ははい今日はなんかあれですよね、僕、そ,のそんなにオリンピック興味ないんですけど、なんかスケーボーのなんか選手がなんか話題になってましたよね、スケボーの人が。はい。スケボーの選あれ、これ今、配信されてるよね、大丈夫だよね。はい。ん配信されてるはい。なんかあれですよね、見えてます見てます大丈夫ですか <laughs> <laughs> はい、なんかあのねスケボーの選手であのえのー、なんかこうね金メダル取ったみたいにねニュースになってましたけどもいやこれは結構すごい話であのどういう業界でもですねあの最初の人ってすごいんですよ。例えばあの、えー、と飛行機で あの、なんだろう、飛行機を最初に作った人で誰ですかって言われると、ライト兄弟じゃないとか、僕らってやっぱり最初に作った人の名前ってめちゃくちゃ残ってるんですよ。で、確か、友人飛行とか人が乗ってる状態で太平洋とかを横断したみたいな記録とかもあるんですけど、それも、大体の場合、まあえっと、着目されるのが最初にその横断に成功した人と、あとはその女性で、 あの、初の横断ーーに成功した人みたいな、何かが初だっていうのって、すごいですね、僕らって印象が残るし、あと同時にブランドになるんですよ、初めてのって。ほら、老舗とかもそうだけど、初めての何かってすごい話題性もあるし、みんなの記憶に残るじゃないですか。つまりどういうことかっていうと、もうこれからオリンピックにもなっていくし、ま、すでに、日本ではあんまり知られてないけれども、 アメリカとかでは結構市場も広いわけですよ。そうすると、やっぱり、まあ彼がやっぱり初代のオリンピックのチャンピオンっていうのは、まあみんなが知るところになったわけだし、もうこれで自分のブランドとかも作れるし、ね、あのグッズとかもいくらでも作れるし、そ,れはそのまま行けば会社とかも作れるんですよ。で、スポーツ選手ってあんまりちゃんとお金儲けのことを考えてる人少ないんですが、最初から、あのー、ね、10億円稼ぎたいって言って、えー、ね、10代の頃からアメリカに渡ってスキップを目指してるって背景が、あのー、ね、あの彼にあるので、そういう意味で言うと、なんかすごい、 こうね、いわゆる選手として終わらないだろうなって、いってい,ていちょっと、ぬこさんお、ね、なんで、なんで詰め立てたん今、なんで詰め立てた今、かサかサやってるから、痛い、痛い、痛いってばそう、痛い、痛い、っていうのがありまして、はい、だから、多分普通にビジネスマンとして成功するんだろうなっていうふうに、久しぶりにスポーツ選手見て思ったんで、え今日はタイトルにさせてもらいました。はい、ちょっっっと待ってて、ね、水持ってくる いう感じですねちなみに今日は2段ベッドの上がピコさんでこっちがピコさんで下がミコさんです <laughs>、はい、ちょっとちょっと引き目にしたらあれかな2人とも映るかなはい <laughs> そうこんな感じなんです我が家は。 動かすと嫌かなはい。っていう感じですかね。はいえというわけで今日はですねちょっと河合ピコさんがここにいますがえ皆さんの質問を受けていこうかなと思いますのでもし質問があればどうぞ。はいだからスポーツ選手のセカンドキャリアって結構散々なものがあってスポーツ選手とかでよくさいるじゃないですか。ほらあのー ね、スポーツ選手現役が終わってから稼げなくなっちゃって犯罪とかに手を染めちゃったりとかする人いますけれども、まあ、そういう方向に行ってしまうこともあるスポーツ選手とかが、まあ、すごいこうある意味で言うとねいいなんかねあの流れが最初からできてるんで面白いなって思いましたけどねはい初らしいですようん堀米さんでしたっけはい 普通にあれなんですよね。狩り自体がブランドになって、会社とか作れるので、だから、それで多分会社とか作って、これから流行ってく、まあ、スケボーのグッズだったりだとか、売ることもできやしウェアとかも売れますよね、自分でね。だから、その、そういう意味で言うと、結構スポンサーがつくだけじゃなくて、まあ、そういったこうね、えー、ビジネス方向とかもできるので、で、あとはある程度スポンサーがついてお金が入ったら、 んなんだろうあ投資とかねちゃんと勉強してやればあの一生困らないと思うんでだからもうもう,もう彼は人生上がったなっていう感じがあのビジネス的にはねしましたねんすごいなと思って野球とかと違ってさほら1人でできるじゃないですかああいうのって1人でできるスポーツでしかも見せるスポーツエンターテインメントになるスポーツね対戦相手とかもいりませんみたいなそういうのって結構ねあのこの先未来があるよなってすごく思いましたねはい えー、では、えー、続いて、えー、学士、修士、博士の中で一般企業の就職に有利なのはどれですかってことなんですが、え、学士じゃないですかうん。あの、入る学校とか、あとは、えっ、ー、と、業界とかにもいますけれども、一般企業でおそらく大卒以上の性格、あの、なんか資格をもあの資格を求める企業ってあんまないんですよ。てか、もっと言うと、大卒以上の、なんかこう、修士とか博士を取っていて、そういう人にしか任せられない仕事の方がやっぱり一般企業は少ないので、だったら早めにしゃ普通のね、科学系とか技術系とか、 とかじゃなくて普通の企業に入るんだったら、あの、とっとと仕事を覚えた方がいいと思うんで、あの、ビジネスをやるんだったら別に大学をね、どこまで出るかっていうのは僕は関係ないと思いますし、あとは学士で出てからあの、社会のことを勉強して知って、で、それから、あの、修士とか博士にですね、戻るとか社会人にね、あの、やりながらやるってことでいくらでもできるんで。 はい。だから、ま、別にあの、迷うぐらいだったら、一般企業に入ろうかどうしようかとか迷うぐらいだったら、まあ、一旦学士で入ってから考えればいいんじゃないかなと思いますけど、はい。えでは、続いて、ビジネスさマインド系の本を読む場合、どの方法が最適でしょうか紙の本、バス、電子書籍という動画を見ましたが、最近だとオーディオブックや YouTube で本の予約動画も結構出てると思います。えー、通勤者自宅にいると分けた方がいいですかというところなんですが、結論から言って紙の本が最強です、やっぱり。ぶっちぎり最強は紙の本。で、オーディオブックと、えー、あとは電子書籍っていうのは、だいたい同じぐらい記憶に残るという研究が出てるので、できるだけ 紙の本読んでいすだから僕も kindle とかも持ってるけども、こうやって散々紙の本がいっぱいあるのは、紙の本の方が頭に入るから、同じ時間かけるんだったら紙の本が絶対頭に残ります。で、えっ、ー、と、YouTube の本の要約動画なんですが、すみません、読書をしてる人間からすると、要約動画は正直見るに値しないです。要約というか、例えばじゃあ、このなんかこう研究とか、この本をベースにして、こういう考え方ができますよね、みたいな、こういう風にできますよねっていうふうに考察動画とかだったらまだいいんだけど、本の要約ってね、その要約の正しさを証明できないんですよ。だからその、読 読んでる本ももものにもありますけど例えばもうほんとここら辺にあるようなそんなに難しくないような、えー、あの本だったりだとかごめんねとかあとはもうこうつのためのマインドフルネスヌかカヌンとかいろいろありますけれどもこういう本って当たり前なんだけど。 そうね、動画に要約するのほぼ不可能なんですよ。だから、例えば中田さんの動画でも何でもそうだけど、本の要約動画って元の本を読んだら恐ろしいほどバッサリカットしてることがわかるんですよ。それぐらいな感じなんで、本から得られる情報と要約動画から得られる情報は全然違くて、正直要約動画は長い本を読むときにすごい難しい専門書みたいなのがあって、例えばあの、アドラー全集を読もうとかと思ったらなかなか読めないじゃないですか。そのモチベーションを作るために読むとかっていうのはありかもしれませんが、あの、情報のソースとして要約動画は はあの見るに値しないいと思います、うん、ようやくっていうかそのどこがカットされてるかわからないからはいだから僕は読む全部読む方が好きなんでようやく動画は僕見ませんねうんそういう意味で言うとはい、えー、では続いてえー 先月、同棲している彼氏から結婚したくないから8月中に同性児を解消しようとやれました。私はまだ好きですが、同性解消後は遺跡力分かれた方がいいのでしょうか同性解消宣言をした後も、えー、彼氏の下半身が元気なのはどういう心理でしょうかということなんですが、えー、っと、ま、まず、えー、っと、結婚が面倒くさいって思うのは男性は結構、えー、っと、いると思います。はい。なんでかというと男性って種をいっぱい残したい、ばらまきたい、えー、生き物なんで、もうこう、いろんな人とそんなの付き合いたいわけです遊びたいわけですよ。ってなってくると、やっぱりどうしても男性は 同棲することによってその遊べる頻度とかが減りますし普通の収入の人だったら家を複数持つのも可能だと思うのでやっぱり同棲してると遊べないんですよって考えると同棲は遊びたかったから解消したんじゃないかなというのがえ僕の予想なのでだからセックスの相手としては別にいいんだけどまあそのそれ以外のチャンスとかを逃したりとかま,あましてや結婚みたいな責任を取らなくちゃいけないようなえ状態にはなりたくないってことなんでしょうねはい あとね、同棲おすすめしませんよ。結婚する前に同棲すると、あの、結婚してから5年以内の離婚率がめちゃくちゃ上がりますよっていう研究とかがあったりするので、結婚する前の同棲はおすすめしないです。あの、終末婚とか、あの、近くに住むのは別に構わないでもしい,いと思うんだけれども、同じ家に住むっていうのは結婚するまでおすすめしません。僕はもう結婚してもあんまおすすめしないけど。うん。っていう感じですかね。はい。 えでは続いてです。えー、続いて、師匠こんばんは。もし今、大悟さんが受験生に戻ったとしたら、どんなスケジュールで過ごしますかってことなんですが、まずね、運動を入れまくりますね。うんそういうあの受験生って、運動量が減って、運動量が減ると、どうしても記憶能力とか頭の回転が下がるので、僕だったら運動する時間を入れるのと、あと、勉強時間はね、6時間以内に制限しますね。僕も結構勉強しちゃうタイプだったんですが、はっきり言って6時間以上勉強してね、集中できるとは思えないんですよ、学生の。 レベルでいうとだから6時間超絶集中してそれ以外は集中力をおうなむための、まあ、運動だったりリラックスできる活動とかそういうのに僕だったら当てますね。うん、8時間とか8時間以上勉強するやつバカだと思いますよ。うん、僕はまあでも今別に本読むとき8時間10時間とか読めるけど学生で8時間以上特に受験勉強に対して時間を使うのって、うん、あんま意味ないと思いますけどね効率が悪いんだと思いますよ。うん え続いて、ーラボを見て自分が恋愛依存になりやすいタイプと感じ、それを解消したが、バイト先で密かに付き合ってる彼に,え彼に周りにいようかなと話したら、自発的に報告したくない認知してもらってどうするんえと言われました。私は、最近気になっことい時があるんですが、他に解決方法はありませんかということなんですが、えっと、恋愛依存になりやすい人が、周りに自分が恋愛依存症なんですってことを言ったところで特に意味ないと思うんで、それをやるんだったら、認知行動療法だったりだとか、自分の認知の歪みを直す、メンタルの歪みを直すってところからやってとかいいと思うんで、 な運動とか瞑想とかの方をおす,すめしますけどね、まあ、瞑想は特にビパッサナー瞑想っていうちょっと難しい瞑想があるんですがそれまでできるようになったらかなりメンタル安定すると思うのでそっちの方が僕おすすめしますけれども。はい スパチャ3回目22歳大卒、無職就活中です。a s ィによる日本での生きづらさ、イーロン・マスクさんの日本での知名度の低さ、や、海外でその特性の活かしやすさから、海外で CG デザイナーの就職も検討しています。現状の営業力は、えっと、IL 図鑑さんで4.0です。おぉ、まあまあですね。はい、a。無職から始めるとすれば、今すぐ国内で就職するか、英語力を鍛えて海外に行くか、どっちが現実的ですか。仮に国内で使うにも面接でマスクさんのストーリーなど含め、a s ィの特性を PR しても、a、世間の発達障害に偏見から、相手が納得しているから不安で 留学経験ななしですってことなんですすことんがえ結論から言うとお金がない人間っていい選択ができなくなってしまうのでまずは収入を安定させた方がいいと思います無職の状態が長く続いてで今コロナのこういう状況でやっぱり海外に行って働くとなかなか難しいってなってきた時にそっちにかけるのってあんまりいいあの考え方だと思えないのでで当たり前だけど海外に行ってもあれですよ ASD の人に対する偏見ってありますから理解度が低いか高いかって言ったら別にそんなに日本と変わらないと思いますよ正直言って。うん しかもそれに a s t でかつ、なんかよくわからない東洋人みたいなこうイメージと ASD かつまあ自国の国民って言ったらまあ自国の人なんかやっぱり優先されちゃうから海外に行く a s t のためだけに海外に行くのはあんまり意味がないかなと僕は思いますね。あと a s t とかそういうの,あの理解してもらいたいんだったらその経営者とかその会社のことを調べてあげてイーロン・マスクとかそして a s t チェックなあの経営者とかを尊敬してるみたいなことを雑誌とか本とかで言ってる経営者がいるような会社とかに行けばいいんじゃないうん。 と思いますけどね僕だからあんまそういうい偏見ではないんで僕僕も言ってるけど、うん、僕は別に能力だけなんで ASD がどうとか ADHD がどうとかあとは僕その相手の経歴すら見ないですね一緒に仕事をする人って、うん、僕だって今会社のメンバー何人かいますけど過去に何してたか知らない人いっぱいいますからね別にどうでもよくないって思うんで、うん、だから大変ですよねあの なんだろうあのねオリンピックとかもそうだけど昔こんなことをしてましたとかねそれが後からわーっと明るみになっちゃって責任取るみたいになるけど僕の会社関係ないからさ表に出ないしうん僕だって別にあれですよあのうちの会社のメンバーがの誰かがいや実は昔人殺してて前科持ちですって言われても僕別に何の関わりも変わらないからああそうなんだでも別に俺のこと殺さないでしょ財よっていう風になると思うんで僕あんまりその過去の過去の経歴とかどうでもいいんですよねまあそれが何かで参考になるときは考えてもいいかもしれないけど 過去の経歴を理由に雇う雇わないで決めるってことはないかな。うん。えー、では続いて、記念日チャンネルを応援させていただきます。なかなかチャンネルは伸びません。よろしければ動画を見に来てだください。ありがたいです。お願いします。質問です。好きなジブリ作品とその理由を教えてくださいってことですね。はぁ、あ、なるほど。えー、第五切り抜きがね、あのね、あまりにも高速に増えすぎちゃったから、なんかあれなのかなと思ってて、でこれが多分また減ると思うんですけど、一回その申し込み締め切ろうと思ってますんで、はい。近々アナウンスが行くと思います。はい。えー、まあそれは置いといて、はい。好きなジブリ作品か。 えー何だろうそんんななに見ないんですよね何が好きかなでも一番多分過去の何だろう作品の中で当時ね見ててハマったのは世代とかもあるだろうけどののけ姫かなやっぱりのどけ姫が一番好きだったから僕森が好きなんで自然が好きなんで,で昔からあの僕はあの静岡の山奥にもともと住んでたんでそうするとやっぱりこうなんだろうあの自然の脅威ってすごい。 なだから、ね、僕も子供の頃からやっぱりなんかそのあの都会がすごい嫌いでそうだから人類とか自然にこうで、ね、一回ね逆襲受けちゃえばいいのにとか思ってたようなあの子供時代だったんでそう考えるとあのーね物置はすごい楽しかったんですよね見てて。はい えー、自分の言いたいことだけ言って、会話にならない、あらまいない彼女がいます。どどきゃもうく、遊び予定は嘘っぽい理由なので、なかなか立てられません。ああ言ったらこういう性格で自分を正当化します。腹立ってストレス溜まるので分かれるようと思います。えー、自己影が戦い方っぽいです。彼女がこの先人間関係、仕事、えー、人生どうなっていくか,か、辛くしてお願いしますということなんですが、えー、っと、そうですね。 一応あの質問者さんのこの言ってることが完全に正しいというふうに考えたら、おそらくまあ生きていくのがかなり辛いでしょうね。特に恋愛関係でこういう人って意外とね仕事ではうまく作られるんですよ。要するに自分の近い人とか恋人とかにはすごいわがまま言ったりとか、私を一番にしてみたいなふうにもあの言っちゃうんですけれども、仕事の場合は自分をよく見せたいから、特にこれ、あのナルシストとかね、自己愛型人間の場合って、自分をよく見せようとするので、近しい人以外にはいい顔したりとかすることもあるんですね。 そういう意味で言うとまあ仕事では苦労しないんだろうけどパートナーはなかなかね苦労するんじゃないかなと思いますね。うん、でまあ若いうちはいいけど、まあ、ある程度年齢がい,いってそのいわゆるこうね女性としてというかあの生物学的なね、えー、生存競争的な意味でニーズがなくなってくるとやっぱりパートナー見つけるの難しくなると思うんでその時は面白いんじゃないですか。はい え続いて、卵ダイエットはヒートで体脂肪 8%3 週間で落ちました。すごいですね。D ラボに感謝してます。少ないですが、猫さんの熱待にしてください。ありがとうございます。ということで、あありがとうございます。ヒートで体脂肪が8%も3週間で落ちたと。すごいですね、これは。もともと痩せやすいあの遺伝子は持ってたんでしょうね。まあ、あるいはヒートと相性がいい遺伝子を持ってたのが。まあ、D ラボではそういう、まあ、 人生を変えるような知識ということで、まあ、運動の知識とか心理学の知識とかコミュニケーションの知識とかいろいろ紹介してますんで、で、今は、あーのー、ちょうど断食の話をしようと思っていて、明日からですね、数回に分けて断食の放送をします。はい。いわゆるプチ断食って呼ばれる方法で、科学的に、えー、正しいプチ断食の効果と、そのプチ断食のですね、えー、具体的な方法を解説していきますんで、今日の番組の概要欄の方から、d ラボ今20日間無料で見れますんで、よかったら概要欄の方から d ラボをチェックしてみてください。 ディラバーのの僕が作作っったた知識のネットフリックスを目指して作ったサービスですねはいでは続いてデザイナーですがデスさんは書い,、えー、いて消して整えて描けますが油性ペンで一発イラストは描けません毎日コツコツ描く以外に上達する方法はありますかということなんですがもうー、まあ、一発で描く必要ないんじゃないですかね別にあの一発で描けるのがあのなんかうまいってことではないと思うんですよ例えば実際に、えー、っとガリレオとか ね、ダヴィンチとか、まあ、すごいこうね、あの、名前を残した人っていっぱいいると思うんですけど、彼らもやっぱり書いてはやめ、書いてやめみたいなのを繰り返して、特にね、偉大な作品、例えば、えー、モナリタなんかは、あれ途中まで書いて、書くのをやめて、で、プリズムっていう,こう光をこう、七色に分けるさ、こう結晶というか、ガラスみたいな、ピラミッドみたいなやつ見たことありませんあれの研究をやって、で、それから、あの、 それが終わってでそのプリズムの研究が生きて同じだってあの独特な表情をするようになったりとかしたんですよっていうのがあるので実はその一発で描ける能力ってクリエイティビティが下がるので絵で生きていく人は一発で描けるメリットはあんまないと思いますけど、う。ん 断食が続かない人向けのね断食のテクニックも紹介しますので断食なかなかしんどくて続かないって言うと思うんですよ断食ってレベルがあるんですよで一番激しいレベルになってきたら全員が耐えられるわけじゃないのでだからその続けられる断食とかも紹介していきます、はい、では続いて、えー、以前悩みに答えていただき、えー、耐えてきました、えー、経済的な DV な上風俗がの夫との離婚を10年我慢してきましたが拒否反応が出る限界まで来てしまいました、えー、34歳小学生2人の子持ち私の両親高ともに他いしたり頼にできる人の場所もありません職場は理解のある場所で楽しく一生懸命働いています,どの離婚する 今後金銭面で不安なく過ってことなんですが、これまず一社料を取らないといけないと思うんで、相手方に不備があるってことを証明しないといけないですね。まあ、詳しくは弁護士の方と相談して、どんな証拠があったら、どういうところを押さえたら、あの離婚するときに有利になるのかってことを、多分無料相談とかで乗ってくれる人いると思うので、それで聞いたらいいんじゃないかなと思いますけど、ただね、これ残念ながら、フーズあ DV はね、経済的 DV は、 どうかわかんないけど、物理的な DV だったら証明すればいいと思うんですけど、経済的な DV が果たして証明できるかが怪しいのと、あとね、風俗に通っていることは確か離婚の事案にならなかった気がするんですよね。うん。これもすいません。あの、僕もあの法律のプロじゃないんで、詳しくはあの、条件付きとかであるかもと思うんですけど、相手がプロだった場合はね、確か関係なかった気がするんだよね。なので、あの、例えば、キャバクラに行ってますとか、銀座に行ってますとか、なんかそういうね、ラウンジ行ってますとか、風俗通ってますっていうのは多分離婚のその条件には入らないと思うんで,で、それはあの詳しく 聞いた方がいいと思いますよ。結構難しいと思います。はい、えーとあみさえさんから6100円スパチャいただきましたが、質問がついてないので、えっ、ー、とピコさんやぬこさんたちのご飯になります。ごちそうさまでーす。<laughs> はい、みんなね。猫みんな周りにいるんですけどこ。ここにもここにぬこさんがいて、ここにみ,みこさんがいてはい。みんないるんですけど、今日ピコさんが上に乗ってるんでピコさんが映ってます。はい。 え続いて無意識での独り言が多いんですがなくす方法ありませんかってことなんですがあなくさなくていいですよあの独り言をね言う人の方が実は頭がいいって言葉が出てましてなんかこう、えー、とあのサードパーソンセルフトークとかセルフトークとかっていうふうによく,よく言われたりするんですけど実は人間ってその独り言言言うことによよってて脳を整理してるんですよ言葉にしてアウトプットすることによって人間って物事がこう整理できるようになりますんでそういう意味で言うとああのなんだろう独り言が言えるって才能なんで全然あの問題ないんじゃないかなと思いますけどねはい。 猫じゃあちょっともうちょっとピコさんをねアップにして僕がねの顔が映らないっていう <laughs> コメントが慣れて僕はモザイクみたいになってるんで,、ね、でも僕は映らなくてもいいけどね、まあ、猫は映った方がいいと思うんですけどはい。 続いて、えー、5年間片思い中の人がいて、その人は私のことを妹として見ているとよく言われ、えー、2人の時はさほど話さないんですが、周りに仲間がいるとすごく私に直感を出してきました、えー。彼とは4年前にバーのバイトを辞めてから連絡を取っていなかったんですが、最近ホストをしていることを知り、来月行,ってきます行くんだ。えー、妹が恋愛対象になる方法はありますか ?5 年前より 8kg 近く痩せ、化粧も覚え、みんなに外見を褒められるようになりましたってことなんですが、これ結構危険なタイプですね。あのまず、ホストをしている人と、 ホストをしているお店に行くことによって再会するのは絶対におすめしないで今からでも遅くないからやめた方がいいですよ。ホストじゃないところで連絡取ったりとか友達経由で会うのはいいけど、客として行ったら普通にお客さんとして扱われて終わりです。当たり前ですけど、よくタレントさんとファンが付き合えると思ってる人いますけど、あれ嘘ですからね。一般人と結婚したタレントさんとか、実はファンだったから結婚したみたいな人いますけど、あれ相当な確率で、あの、プロかそれを上回る人です。大抵の場合。例えば、えっと女優さんと結婚した一般人で、まあ大抵両家の人、 親が超絶金持ちとかいい家計か、まあ、それかまあ自分がビジネスとかで金持ちとかなんで、一般人ではありえないんですよ。間違いなく。これは、これはもう一応タレント側の、えー、何だろう、に片足突っ込んでる僕にでも間違いないです。ほとんどみんなそうです。やっぱり、ね、家柄か、あの食料、職業っていうのがすごく重要視されるので、あのー、ファンから、あのー、そういう風になることないんですよ。あとはやっぱプロなんで、あの、ホストの人もそうだし、芸能人もプロなんで、やっぱりその、プロとしての、 だから結論から言うともう一回妹から妹的な存在から何だろうこう恋愛対象になりたいんだったらホストじゃないところに行った方がいいですよホストじゃないところであった方がいいですホストで行ったら今度は妹から客に格下げされるんで、うん、あんま意味がないと思いますけどはい。 26歳新卒4年目、えー、先日退職前の有給紹介について質問したものです。上司から有給拒みは無効であり、老基に相談するのがいいとお答えいただいたんですが、実はその上司にうっかり転職先を喋ってしまいました。この場合、転職先に悪い噂流される可能性があることを考えると心配で下手に動けません。明日老基に向かい、えー、その相談内容を後日上司に伝える予定ですが、万が一悪い噂を、えー、封じる方法を流されても大丈夫な方を教えてくださいますかということなんですが、えー、結論から言います。えー、っとね、他人の会社からの情報で、それだけで他の会社の人事に影響を与えるような会社だったら、そもそも行かない方がいいです。それってだって自分 自分の会社で自分の社員の処遇とかそういったものすら決められないってことじゃないですかそんな会社ないんで大丈夫ですよよほどクソみたいな会社とかあとは完全子会社とかじゃない限りは普通はあのそういう扱いって受けませんのであのそれ取り越し苦労ですはい全然関係ないと思います全く関係ないんではい同じ人もひろゆきライブで聞いたのそうなんですねはい猫可愛いですよね そうそうもうね、猫をメインにするチャンネルにしていこうかなと思ってて。はい、ね<ー> <laughs> いや猫見てるのが一番いいですよね。僕見てるより猫見てる方がいいですねえピコさん。そうそうそう。 YouTube もね僕今 YouTube って収益っていうよりかはどちらかというとその D ラボに入ってくれる人を増やしたいから YouTube やってるんですよでいろいろ考えてたんですけど YouTube やる労力とあの D ラボの広告って打ったことないんですけど広告打つ労力の方が少なくなったら YouTube やめて広告打つだけにしようかなと思ったりとかするぐらいなんか最近めんどくさくなってきてます <laughs>、うん、ね猫をめでてる方がいいかなっていうふうに思っちゃったりとかしてやりますけどねやりますけどね、はい、ちょっとやり方変えていこうかなと思ってるんで、はい、では続いて えーっと、フェイスさんから参戦いただきました。ありがとうございます。えー、っと、質問が入っていないスパチャは、ぬ、え、こ、ー、さんたちのご判断になりますので、はい。 えでは続いてはすごい5万円のスパチャがやりましたはいえー、仕事したくないねムイさんからやりましたえー、最近ディラゴにも登録しましたえー、なかなか私がクズな人間なんですが6年付き合っている彼氏がいるにもかかわらず他の人はめちゃめちゃ好きになりましたでその方はえティンダー、Tinder、で知り合いましたが明らかに色恋営業かなみたいな感じに感じたのでめちゃめちゃ苦しかったけど母に相談して割と気持ちがを伏せたんですけどそれでもその人のことがとても好きで彼氏に対して気持ちが全く戻りません私の年が25で30までに子供が2人欲しいと考えているので早く結婚したいし好きな人と結べたいけど彼氏からはいやーえーと私のハには連絡するくせに 私には半年近くメッセー来ないし好きな人はバーのオーナーなんですけど明らかに色恋営業っぽいから困ってます一番いい方法を聞けたらなと思います彼氏は2個上で好きな人は同じですということなんですがえっ、ー、と結論から言ってみるとうんそうだねどっちもダメじゃないですかねはいだって色恋営業で Tinder で色恋営業ってよくわかんないけど 色い営業ってティンダー、Tinder、で出会って色子営業するとお金を借りるとか店に誘導するとかそういうことをしなきゃ色子営業営業じゃないんですそもそもとは言わないと思うんですがうんまあまあまあいいやはいでも彼氏から気持ちが離れてるっていうふうにおっしゃってるんでまあそしたら別に一緒にいる気はないじゃないですかで新しくティンダーで会った人とかも色子営業だっていうふうに感じるんだったらそれもダメじゃないですかでそもそも アマゾンでちょっと消耗品を買うような選択じゃなくて割と結婚とかって一生のやっぱりこう決断になりますよねって考えるとなんか疑問がある状態でするのをおすすめしませんそれが納得できるとかいやこの人だったら多少問題があってもいいかなとか思えるような人と付き合うんだったらまだわかるんですけどもちょっと微妙だと思っちゃう状態で付き合う理由って僕ないと思うのではい。 では続いて、えー、アプリで出会った男性に一目惚れされ、2、えー、度目のデートで家に誘われましたが、月山への自宅訪問は避けるべきでしょうかってことなんですが、うーん、そんなことないんじゃないかな、別に。あの、これはまあ、あのものによりますけど、ただ、えー、アプリで出会った男性に一目惚れされて、2度目のデートで家に誘われるってのはなかなかすごくて、はっきり言いますよ。あのね、なんだろう。割とその男性は、 相当お金を持っってるかかか頭が悪いいのどっちかだと思いますなぜかっていうと家ってさ微妙じゃない普通にちゃんと口説こうと思うんだったらちょっと高いホテルとかさいいお店とかさそういうところから誘うじゃないですかいきなり家ってみたいな、うん、コスパ安めかみたいな <laughs> 感じがするので2回目のデートで家に呼んじゃうっていうのは何を目的かにもよりますけど僕から言わせてもらうと よっぽど何かこう人に見せたいようなすごい家とかに住んでるんじゃなかったらちょっと頭ある男だから僕はやめた方がいいんじゃないかなと思いますけどはいだって本気で口説こうとしてなくねって思っちゃうこうすればいいのかダメだなピコタンがピコタン入んなくなっちゃうピコタン猫優先なんだよねこのチャンネルはちょっと待って猫このカメラアングルを よいしょてってれこうしたらこうしたらウィンウィンじゃないピコタンあめっちゃいいじゃんこの角度、はい、僕も映りますしねこれなら <laughs>、はいえー、もうちょっとこっちんちょっと違う ピコ,タンミコネなのに生地も入っってるおよく気づいいいたた方がいらししゃいましたね実はピコタンねミケじゃないんですよゴケなんですよそう五色なんですよいわゆるミケの色とこっちに茶トラが入っててこっちに生地が入ってるんですよ茶トラと生地になってるんですよ顔がほらね <laughs> すごい濃いミケなんですよこの子はい では続いて恋愛面の信用を取り戻すために必要なことは何でしょうもう無理でしょうか参考のとことかありましたら教えてくださいということなんですがあとそうですね、えー、と復縁とかに関して言うんだったら、えー、と関係修復の、えー、心理学っていう動画が D ラボの方にありますね。でよかったら概要欄の方から、えー、D ラボでチェックしてみてください関係修復の心理学って動画があります概要欄の方から今無料で D ラボ登録できますんで、えー、よかったら見てみてくださいあのー、いろんな方法があるんですけど恋愛でも人間関係でも失った信用を取り戻すのってかなり大変なんで ですよで一回ミスっちゃうとじゃあ相手に印象ができちゃいますよね。このできちゃった印象をひっくり返すにはかなりの時間をね要するので,でこの時間を要する時にはそれをなるべく短時間で行うにはどうすればいいのってことを、まあ、調べた研究をまとめた動画が概要欄の d ラマの方から見れますんでよかったらチェックしてみてください。それでは続いて こんばんばは切り抜きしてます5分ぐらいのテロップ付きの動画も切り抜きして大丈夫ですかまた切り抜きのアドバイスもあったらお願いします。ですがあ、5分ぐらいの動画はね、まあ、切り抜いてもあんま意味ないと思うんですけど、うん、あの、テロップ入っちゃってるしね、そもそもね。てか、あの、テロップ入ってる動画を切り抜いて出すって、切り抜きとしてそれ多分あんまり価値がないというか、うん、そしたら本家の動画見るじゃないですか、5分ぐらいの動画だったら。あんま意味ないと思いますよ、それ、やる意味が。うん、あとは、5分ぐらいの動画、ちょっとね、あのー、やめようかなと思ってるんですよ、実は。うん。なんかね、いろいろやってみたんだけど、テロップ付きで5分ぐらいの動 動画やっっててもそんんななに再生が伸びるわけじゃなかったたですよデータ見てみたら悪くはないんだけども手間かかる割にはあんまり意味がないなと思ったんであのもうショート動画にするかもう D ラボの動画半分ぐらいミスちゃうみたいなロング動画あの中田さんみたいな動画にするかどっちかがいいんだろうなっていうふうに今ちょっと思っててあの3分5分の動画って一番不利なのかな YouTube 的にはと思いました短くないし長くないみたいなうんだからあと数本一応ストックがあるのでそれは出しますけど、まあ、それ以降は多分やめると思いますはい だからね、結局いろいろやってみたんだけど、わかんないですよ。やってみたんですけど、今思ってるのが、今ね、D ラボのね、あのー、放送回数はめっちゃ増やそうかなと思ってて、現状ね、3日に2回ぐらいやるって感じで、2日やって1日休むぐらいな感じに D ラボ今変更していて、そうすると D ラボに入ってる人は、この先めちゃくちゃ得するわけですよ。情報量が増えるんで、好きな情報を見ればいいんで。で、これと同時に D ラボの動画の3分の1とか半分ぐらいを、その編集してテロップつけて、あの、YouTube に出していくっていうのをやろうと思ってて、それやったらどうなるかって言ったら、ほら、 その分ね YouTube に僕時間使わなくていいのででそこの方がもし D ラボに人が入ってくれなかったらその方がいいかなと思っててあとは暇があったらショート動画とか出してみてもいいけどどうしようかなぐらいな感じですはいで D ラボ結構ね時間が長いのが一つネックだったんでちょっと時間をね短くして3 4 0分ぐらいで今まとめ始めてるんで見やすくなってくるかなと思いますはい こんばんは26歳で恋愛経験がほぼなく少女がコンプレックスなんですが、えー、周囲から少女とは思えないようで恋愛話を振られると困ってしまいます。どう働かすのがいいんでしょうか早く卒業したい気持ちあるもののコンプレックス感じで、ね、恋愛に長期的になるというジェレンマニ陥ってますことなんですがこれね恋愛で他人との比較ってやっぱりこうやってコンプレックスになっちゃうんですが別に恥ずかしいことじゃないと思うんであのい,い,いいと思いますよそれは。でもっと言うとね逆にその,その諸女だっていうのはメリットになってなんでかっていうとまあ確かにねあの、えーと 遊びまくってる男からすると、処々ってめんどくさいです。なぜかというと気使わなくちゃいけないし、多分一回目は痛くてあんまりできないから、あの、なるんだけども、でもそういうことを言っても、引かないで、ちゃんと受け止めてくれる男性って長期的な関係を考えてるじゃないですか。今晩やりたいみたいなだけの男って、処々って聞いたらちょっと引いちゃうわけですよ。うん、なんか多分でき、あんまりできないだろうしってなっちゃうんで、そういう意味で言うと、それを打ち明けることが指揮席になると思います。本当にあ手と付き合っていいかの。はい。えー、では続いて。 え、現在フリーターの20歳は男です。えー、自分は2年前に母親を気象観で亡くし、えー、その後父親に虐待を受けて家を飛び出して、自殺未遂。21年間彼女なし、友達いない自分は昔の人間と思い始めて、それからずっと自殺願望を抱えていますが、奨学金の返済が残っているのでまだ死ねないです。趣味はありますが、初年死ぬまでの暇つぶし程度です。また、えー、死のうと思っているのにカウンセリング行くのは矛盾しているので行く気ないです。奨、えー、学金200万返済するのに手っ取り早い方法はありますかってことなんですが、まあ、200万くらいやったらでもすぐ返済できるんじゃないですか。なんかちょっと成功したりとかすれば、200万って別に大した金額じゃないけど、ただ、 あのなんだろう自分で働いて返すっていうのは結構難しい金額だと思うんですよだから何をモチベーションにしてもいいんだけど人と違う稼ぎ方ができないかなっていうのを考えるといいと思いますでただこれは人と違う稼ぎ方でちょろくないものを探してください大体手っ取り部く稼ごうと思う人って大抵手っ取り早く損をしますはいなんでかっていうと手っ取り早く稼げる方法なんてないからでもテッドり早く稼ぐ方法を求めてる人いっぱいあるじゃないですかどうするかっていうと詐欺師が手っ取り早く稼げますよって方法を使うんですよれれで騙さるる人僕もいいっぱい見てきてきんでだから あれじゃないですか。だから普通に働きながら生活だけ維持して、で、大金を作れるような方法っていうのを探してやっていくのが一番いいんじゃないかなと思いますけど、まあ、まあ、ポイントは新しいものに乗るのが一番いいんですね。そういう意味で言うと。新しいサービスとかに乗るってのが一番よくて。 だから、クラブハウスなんかも僕一応乗ってたけど、最近なんかね、あの、パッタリクラブハウスなんか流行ってないねって言ってるけど、でも海外とか見てみると、今クラブハウスのクリエイタークラブハウス今続けてる人少ないから、逆にクラブハウス側はさ、1000億ぐらい集めちゃったから、投資家から、なんかしなくちゃいけないから、多分広告売ったりとか、あとはおそらくですよ、僕これあの予想ですけど、あの、増やすために、今いろんなことやっていて、まあ、すでに日本でも始まってるっぽいですけど、一部のクリエイターに毎月20万とか10万とか定額でね、クラブハウスではですね、毎週1回とかやってくれたらお金あげますよ、みたいなプログラムとかもあるらしい。 てそういう意味で言うとクラブハウスコツコツやってた人でそのねあのオファーをもらった人芸能人とかほとんどもうやってないからオファーをもらった人は今多分追加の収入をだらだらクラブハウスで喋るだけで10万とか20万もらえるようになってるから、まあ、ある意味勝ち組ですよね僕はちょっとなんかあ、まあ、その程度じゃと思うんだけれどもはい新しいものに手を出すのはいいと思うんですよだから今だったら YouTube のショートとかもそうだし、うん、TikTok のロングバージョンとかね3分とかできるようになったりしてるからそういうに手を出すのはいいかもしれませんねはい では続いて63歳 D ラボ会員のおばちゃんです、えー、若い頃 DAIGO さんのチャンネルがあったら絶対人生勝てたと思いますでも切り抜きという生きがい見つけてよかったら見てください生きがいすごいですね死ぬまで勉強したと思ってますが今年は無駄ではないですよねこれからも頑張ってくださいってことなんですが全然無駄ないと思いますよだってウンベルト栄光って有名な人がいるんですよ本とかも書いてる作家さんでもあるんですが彼確か作家業というかね結構注目されたのは晩年になってからだったんであ,あんま関係ないと思いますよいつ成功するかってのはで科学的にもいつ成功するかどうかと若さが関係あるかってこと調べた研究とかもあるんですけど 見ると基本的に若さが絶対的な有利になる職業じゃない限りは基本的に何歳ででも問題なかった、えー、そうです例えば数学能力だったりだとか、えー、あとは運動能力とかそういったものに関しては若い方はやっぱ有利なんでどうしても若い人がね、えー、成功する可能性の方が高くなりますけど、まあ、でもあのそうじゃないことは大抵別に若さとねその特にビジネスなんかと思うんですけど成功って関係がないのでうん。 問題ななないいいいいんんんんじゃないかなと思いますすははい、続いて、えー、高校生ですダイゴさんこんばんは質問ではないんですがもうすぐ、えー、誕生日の友達がいるので大悟さんに「えー、とアベレイ君誕生日おめでとう」って言ってもらいたいです。絶対喜んでくれると思いますということなんですがあ素敵なお友達をお持ちですね。僕もこういう友達が欲しかったんですね。ねアベレイ君誕生日おめでとうございます。はい、えー、では続いてこういうプレゼントの仕方新しいですね。確かにあでもさ、D、あのこれ今思っちゃったスパチャってすごいね結婚式でさよく芸能人にさ なんだろう。あのー、結婚おめでとうのメッセージをもらうっていうサービスあるんですよ。皆さんあんま知らないと思うんですけど。で、それ確かね、1個頼むと、それなりの芸人さんというか、そ,そ,そんなに売れてるわけじゃない芸人さんとかでも10万、20万、30万とか、結構いい値段が取られていたはずなんで、それスパチャだったらこれ数万円とか、数千円とかで、そのなんかこう、リクエストできるから、こういうメッセージを送りたいっていうやり方でスパチャを募集するのがいいかもしれないですね。今度やりますね、企画で。はい。からメッセージ 権利なんか,なんかねわかんないですよね2万円とかにしてでそれをこうひたすらこう募集するっていう YouTube ライブやったら面白いですねうん今度やりますはい確かに確かにはいまあ1万円一万円以上だったら考えてもいいですね5万円だったらやりますけど <laughs> はい ひろゆきさんスパチャで結構やってるあそうなんだでもそれは募集してるわけじゃないですもんねひろゆきさんすごいですよねいやもう世の中ひろゆきブームみたいな感じになってますよねはい。 えー、さんこんばんこばは先日彼氏持ちのえー、っと、えー、親友と恋愛の話になり私も恋愛したいと話したところ14枚連投で彼氏さんからマラトレゼントズを作ってくれた料理の写真が送られていました、えー、純粋に寄りのシーンだと思ったのと私にとって大切な存在ためもっともっと幸せになってほしいと伝えましたただもし自分が、えー、逆の立場だったら写真などたくさん送ったりしないので心理が気になってしまいました単純に自慢したかっただけでしょうか好きな方に出会えるように自分磨き頑張りますということなんですがああでもいいんじゃないですか、まあ、自慢というか、まあ、こういうふうに幸せになるからあのー、ね早く彼氏見 見つけないよみたいな多分意味も込められていると思うのでそんなに気にしなくてもいいと思うんですけどねうんまあなんだろう逆だったら僕するかって言ったら多分しないんでおそらくなんだけど多分ねおそらくなんだけど。 自分の恋愛がすごくうまくいってて幸せっていうふうに言う人って本当に幸せな人かちょっとやばい人かどっちかなんですよ。やばいっていうのは関係性がやばくなってる人ですね。つまり自分のカップルとの関係性に自信がないがゆえに自信がないからこそ自分を落ち着かせるために周りの人とかみんなに言ったりとかするんですよ。だからもしかしたら何か問題が起こってる可能性もあると思うんでまあ生温かく見守ってあげたらいいんじゃないかなと思います。はい 伊豆さん続いて、たくみさんから2 4 0 0円りたりいただきました。ありがとうございます。ぬこさんたちのご飯になります。あの、スパチャが入って、あの質問が入ってないとぬこさんたちのご飯になります。はい。えー、こんばんは。以前、幼虫で幼、幼虫って言っちゃった、腰痛で質問させてもらい、今回で4度目です。えー、毎日ヒートとプチ断食をして調子いいです。感謝しております。えー、今、病院で理学療法士をしているんですが、副業で動画配信に変えているのですが、を考えているんですが、え、重要ありますかアドバイスいただけたら幸いです。また、切り抜きも、大悟海洋券100倍という名前で毎日コツコツ頑張っております。よろしくお願いします。ということで、はい。あ、見てます、見てます。はい。 えーっとね、理学療法士の内容にもよると思うんですがでも確かに理学療法士の人って、まあ、ストレッチみたいな知識だったりだとかそういうのがある人とかもいるので、あのー、日常生活で役に立つ知識を理学療法士の視点から教えるというのは全然ありだと思いますよ専門家の視点から切っていくとあらゆることがですね面白い情報に加工されるんですよ、まあ、分かりやすい例で言うんだったら野菜って置いてあったらキャベツって置いてあったらただのキャベツだけどこれをフレンチの人が調理したらフレンチの料理になるしイタリアの人がその、ね、やったらイタ アイアになるし和和食食のの人がやったら和食の料理だから皆さんが持ってる専門知識で世の中の情勢とかジ人生とかそういうのを切っていくっていうのをやるとまああっという間に面白いコンテンツになると思いますだからそれこそあれじゃないですか理学療法士が解説するなんかオリンピックのねその選手の動きみたいなのとかトレーニングとかそういうのやったら今なんかちょっと乗るんじゃないですかねはいえー,ディーラバーで勉強させていただいたおかげで10年ぶりに彼女ができましたおめでとうございますえ先日えその え、彼女と初めてホテルに行ったんですが、いざ挿入という時に男のメンツが立たなくなりました。えー、その日は ED かもという不安であはセリで挿入まで行きませんでした。立たない時、ED 治療2本ありますかあちなみに現在35歳、えー、全日中はビン,ビンでしたということ。あ、これはね、多分慣れの問題だけですね。はい。まあ普通に人、あの男性特にする緊張感とかによって、やっぱりその血流とかあの筋肉のコントロールっていうのがうまくいくなくなると、まあ慣れちゃったりすることが結構起きるんですよ。だからそういう意味で言うと、うん、一応ね、空ルエクササイズとか軽ルエクササイズっていう方法があって、これ D ラブの方 検索もうそういっと男性のね、男性力を高めるみたいな筋トレみたいなものがありまして、そういうのとかやってもらうと、まあいわゆる中折れみたいな現象には効くっていうふうに言われてるので、そういうのもいいかもしれませんね。あとはまあ、そうだな。 科学的にどこまで効くのか怪しいけど、シトルリンとか、うん、まあ、あとはね、えっと、予賓瓶とかはね、実はめちゃくちゃ効くんですけど、あれはちょっと副作用とかもあるので、まあ、あんまお勧めはしないんですが、そこら辺とか使ってもいいかもしれないですね。うん、ただ、あのね、焦ってすぐ入れようとかってしなくていいと思いますなこれしたら、まあ、別に話したって、と、と、遠くにね、戻したっていいし、別にそのね、無理にしなくたって別にいいと思うので、で、入れる以外にもね、あの女性を満足する方法なんていくらでもあると思うので、むしろその、これをしなくちゃいけないっていう、その感覚が、 おそらくその緊張感を作り出しちゃってるので、まあ、そこら辺から考え方を変えてったらいいんじゃないかなと思いますけどねで誰あのねあの恥ずかしくないんで大丈夫ですよ誰でもあるんでそういうことって誰でもあるんでうん、まあ、あとはヒートとかやってると僕なんかはもう全然なんかこうなんかね、まあ、ないないとか心配機能が上がるともう永遠にできるんで、うん、あの,あのやろうと思えばねそうっていうのもあると思うんでだからまあ心配機能を鍛えながらそういうのやってみるのがいいかもしれませんね、はい、クでいいですよはい。 え、いつも楽しみに拝見してます。私は保育士5年目です。えー、経験年数を重ねても年収が上がらず、子のま,ま現場で働いていてもお金は稼げないと感じています。大悟さんが保育士だったら、株、投資の他でどうやってお金を稼げますか現場で働き気持ちとお金を貯めたい気持ちがより迷っていますってことなんですね。なるほど。えっ、ー、とね、えー、と保育士さんとか介護系はやっぱり儲からないんで、基本的には結構むずいと思いますね。ただ、保育士さんでも成功してる人がいて、自分が使ってる知識を違う人に広めるっていうのがいいやり方ですね。今の場合ってその自分が使ってる知識を保育 育園とか子どもたちとかのために使ってるんですけどじゃあこれを t 先生とかみたいに t 先生っているじゃないですか YouTube であの子どもたちのなんかあのねあの動画を上げていて結構僕彼儲かってると思うんですよ。チャンネル登録者とか見るとちょっと見てみようか。t 先生っっててチャンネルがあって 子供の家へ行をどうやってなんか乗り越えるかとか上げてるんですけど39.6万人ぐらいえ登録者がいて一番あの回ってる動画177万回とか120万回とか105万回とかえチャンネルが回ってるのでまあこういう先駆者とかをえ参考にしてもらってやってみたらいいんじゃないですか、うん、プロが教える子育てみたいな。 こういう子は成功するこういう子はなんかね大変なことになるとか、うん、あとはそのなんかこう性格がね子どもの性格がくるっとこう変わる時期がこの辺ですよとか結構いろんなそういう本とかもあると思うので本も参考にして自分の経験も入れながらあの動画作ってったら全然儲かると思いますけどね。はい でしかもそれのためにその調べる勉強する本とか、まあ、論文とか調べるかどうかは別として調べたことって自分の本職にも生きるじゃないですかだから副業が本職に生きる、えー、あるいは、えー、と本業でやってることを副業に活かすこの両方ができると、えー、結構両方ねあのメリットがありますんで仮に動画が回らなくても自分のキャリアプラスになるので損はないわけですよでこれ損はしないようなあのー、なんだろう副業とかっていうのがやっぱおすすめですねはい えいつも楽しみに拝見してます。えー、私は保育士5年目です。えー、経験年数を重ねても年収が上がらずってこれ今読みましたね。すいません。はい。えー、先日不況のアドバイスをいただきました。看護師31歳女です。先日の俺のスパチャが送信できなかったため本日させていただきます。言葉足らずだったんですが、私は看護の仕事大好き職場の愛着もあるので、小遣い稼ぎで顔バれしない不業を探してました。ここならでな電話の悩み相談のジャーナルがあったので、試してみます。大悟さんのアドバイスを参考に本業用外をジャーンにしています。画面越しでありますが一緒に考えていただことがすごく嬉しかったです。ありがとうございました。長文失礼しました。と、えー、さらに長文にしてしまい失礼しました。<笑><笑> ありがとうございます、まあ、顔がやっぱ出ないでやりたいんだったらいろんな方法があると思いますけど声とかだったら今言ったクラブハウスとかあとはボイシーとかみたいなサービスとかもありますしあとはね最近なんかあれですよねアップルとかも多分そういう系やりたいんでしょうねなんかあのなななんだっけ ッドキャストみみたたいいいいいいなのもあったりすするるししいろいろ試してとと思いま,すいいと思いますよで、大事なのは、自分が副業やったときに、あ、この自分がやろうと思ったことはニーズがないんだ、うまくいかないんだと思うんじゃなくて、プラットフォームを間違えたんじゃないかってことは必ず疑ってください。僕もやっぱり最初はアメブロやったりとか、ツイッターやったりとか、フェイスブックページやったりとか、いろいろありましたけど、結局どれもうまくいかなくて、ニコニコでものすごく僕うまくいったわけですよで。そういうふうに、自分が勝てるプラットフォームを探しまくるっていうのは結構大事だと思うんで、食わず嫌いしないでいろいろ試してみるのいいと思います。 がいてあ,のありがたいことにこうやってやらせてもらってますけど僕最初ね YouTube が一番合わないと思ってたんですよ僕と。なんでかっていうと無料で動画を出しちゃったら有料で見てくれてる人たちがニコニコにいるので、あのー、無料で見る人を集めてもきっとニコニコに入らないだろうと思ってたんですよ。でそれであのやってみたらすごいなんか、ね、YouTube から、ね、あのニコニコに入ってくれてそれで僕ニコニコチャンネル内で有料チャンネルランキングで1位になったんですけど企業とかも抑えてだからねやっぱり、ね、食わず嫌いが一番良くないのでいろいろ試してみるのがいいと思いますけどね。はい えー、もうね、失業とやってるけどね、ピコさんの可愛さのせいで誰もね、話が入ってこないっていう <laughs> ね。ねピコ。うん、気持ちいいのがね、ここね、はい <laughs>、えー。24歳、無職、実家暮らし、女です。えー、名探偵コナンを見ていたら殺人という選択肢が出てきてしまったとても怖いです。無意識のうちに家族を殺してしまうんじゃないことを考えてしまい、自分のことがとても怖いです。このような考えをなくすにはどうしたらいいでしょうかということなんですが、人ってね、そんな簡単に殺せないんで大丈夫ですよ。あのね、 人殺し大悪化っていうね本があって、あ、向こう持ってっちゃったか。あの、人ってどうやって死ぬのみたいなことを結構ね、あの、真面目に解説してる本があるんですよ。マニアックな本なんですけど、もう多分絶版かもしれないけど、僕ね、あの、高校生ぐらいの時にそれすごい読んでて、人ってどうやったら死ぬのかなと思って読んだ時期あるんですけど、結構大変です、人って殺すのって。なかなか。だからね、普通に抵抗もされるし大丈夫ですよ。うん。まず現実っていうのはほとんどないと思うんで大丈夫でしょうし、 うん、で、あとその、ね、質問あこの、ね、心配とか不安とかが起きる理由って何でかっていうと、それを起こさないようにするために心配とか不安っていうのがえあるわけですよ。例えばえ、仕事で失敗しちゃったらどうしようってこんなことを考えていて、ね、人間関係で問題が起きたらどうしようって皆さん考えることあると思うんですけど、なんでそうやって不安になったりとか自分を責めるのかっていうと、そういった現象が現実化しないようにするために人間って不安になるわけですよ。だから、不安になってる間は大丈夫です。はい。 すごい本持ってるなはいいいすごい本持ってるんですよはい結構僕変な本ばっかり持ってるね、はいピコさんねこれどうやって撮ったらいいと思うピコねピコがさ一番綺麗に入る画角で俺がねちょこっとだけ入ればいいんだよでもあんまり上になるとさ切り抜きの人たち困っちゃうからさどうしたらいいかなピコちょっと離してこれぐらいになったらいいかな肉球が写んなくなっちゃうんだよねでもこうするとねもうちょっと下げるどう。 普段座らないから腰が痛くなりますね。ちょっと座るだけでいいじゃん。あ、これいい額じゃない。ピコ。どうですか、ピコさん。不安やだ。 はいえー、家族や自分の死に対しての恐怖、将来のあれこれ、健康面のある意味考えても仕方ないようなことへのこうなったらどうしようと不安感が抜げません。このような思考と向き合い、頭を悩ませないようにするためにおすすめな、えー、書籍や動画がありましたらご教授くださいということなんですが、あ、えー、これはね、認知行動療法がやっぱりおすすめですので、えー、っと、これなんかいいんじゃないですか、はい。これがちょっと難しいようだったら、えー、っと、ゴラス・ハリスさんの、えー、っと、この辺とか、はい。 かなと思いますはいアクセプタンスアンドコミットメントセラピーですねはいアクトこれ最高ですはい必修科目にしたらいいのになって思うぐらいですよメンタルの問題とか思い込みに関する問題とかだいたいあのなくなると思いますよこれでやっぱり2級は入るようにしようこうしようで俺が下がればいいやピコタン、僕が下がればいいですねペコたんが前でね僕下がればいいですね僕下がりますねもうちょっと下がりましょうか <laughs> はいこ,こ,こっここっこっちのスマホでコメント読みますんで安心してくださいはい では続いて。えー、っとあ、ごめんなさい、ちょっとね、どっか行っちゃった、質問が。 はい、えー、田舎実家暮らし女です少し前に、えー、性被害に遭い自殺未遂しました、えー、家族に原因を聞かれてすべてお話しました、えー、退院すると近所の人が私がありさい自殺未遂を起こしたことをべて知っていました祖父が男は性欲に勝てない仕方がないようにいちいち気にして人さん迷惑をかけているバカなもごといろいろな人に話しているようですわやばいえ、ね、え老害ですね精神的にすごく不安定になってしまいましたどうしたらいいのか頭がまんやさアドバイスいただけたら幸いですということなんですが、えー、結論から言いますおそらくこれでバカだと思われているのはおじいさんの方ですねいや老害の極みここにありっていう感じの人ですねなかなか珍しいと思うんですが 普通さ自分の孫がさそれ犯罪被害に遭ったのにそれを、えー、ガタガタ騒いでいておかしいって言ってる人をおかしいと思わない人ってあんまりいないと思うんですよでもし逆にそれをおかしいと思うな人がその実家の周りに住んでるんだったらそんな実家とっとと出た方がいいですよ、うん、普通に。そのおじいいさんは、まあまあまあ、しょうがないですよだから,ほら あの年を取ると人間って老化してくるからその多分おじいさんは多分脳内にあのベータアミロイドタンパとか蓄積していてもうアルツハイマーのもう一歩手前というか多分アルツハイマーレベルな感じなんですよ脳の機能レベルはねアルツハイマーの人たちが別にみんなそうで言ってるわけじゃなくてその脳がいっちゃってるんであの相手してない方がいいと思うしそれを周りに不意調されたところで別に自分にはまあ気分は嫌だと思うけど被害はないと思うんですなんでかっていうとその話を聞いておじいさんの言ってることが最もだって言ってるやつって同じぐらい頭が悪いのでうん。 恐ろしい廊下ですね。はい。 まあそのままとっとと土に帰ってもらえばいいんですけどね、そういう方ね。なかなかそうやって,てね、あのしぶといんですよ。まあ、プラスチックゴミみたいな人間っているので、なかなか全、ね、土に帰らないみたいな。最後ぐらいはきれいに土に帰ってほしいですよね。はい。えー、なんで、あのご自分の立場が悪くなることはないと思うんで、大丈夫だと思いますよ。で、それはむしろ、そんなひどいことがあったのにつらかったねって、ひどいことがあったのに頑張ってるねっていうふうに、みんなに辛い、自分よりもはるかに辛い人生を生きたにもかかわらず、生きてるにもかわらず、ちゃんと明るく頑張ってるっていうのって、それって一番かっこいいことだし、人にとって見てみれば、 頭が下が下ることじゃないですかそれって自分がね逆の立場だったら僕そういう被害があったって人がいて頑張ってたらすげえなって思いますもん普通に。うん、だからあの個人情報って言ったら嫌だろうしそのおじいさんは鼻につくと思うんですけども、まあま、た数年で土に帰るから、まあ、あのもうちょっとの我慢だと思うんで普通に実家をね出るいい機会にしてもいいと思いますから。はい えでは続いてえーっと洋輔さんから2,000円スパチャいただきましたありがとうございます、えー、続いて、えー、合コンや談話などで使う講話などで使えるオーっなる心理テクニックってありますかってことなんですが合コンや講話などで使えるオーっなる心理テクニックってど,どういう意味なんだろうまず心理テクニックをやっておおすごい上手いっすねって言われたらそれ心理テクニックじゃないですからねバレちゃってるんでこれはどういう意味なんだろう うーんそれをやることによって、へえ、なるほどとか、ほうって思われることだったら、普段僕は YouTube とか d ラボとかで話してるの、心理学の話とかすればいいし、心理テクニックでおうって思えるのってダメですからね。何をされたのかわからないのが心理テクニックなんで。だからまあ、うーん、そうね。<laughs> うーんまあ ネタとして面白いやつとかだったら、オケキューピットとかだったかな、がやったあの調査とかで出てるやつで、3つの質問のイエス・ノーが一致すると、2倍、2倍とか3倍とかカップルになる可能性が高くなりますみたいな、心理的なものとかはありかもしれないけど、でも、心理テクニックってバレたら意味がないので、うん。 えー、では、えー、続いて、えー、と父親がキャバクラにハマっていくのをやめません、えー。何度か一緒に趣味見つけようと話を持ちかけましたが、何をするのはめんどくさていと言って聞く目を持ちません。何とかキャバクラがいをやめさせたいです。何かいい方法はありますかということなんですが、うーん、男のキャバクラ通いをやめさせるか。 <laughs> お金がなくなるの以外はあんまりないですよね。なんでかっていうと、その、キャバクラに行くことによって、具体的にどんなデメリットが出てるかっていう問題に多分なってくると思うんで、普通に散々になると思うんですけれども、でもほら、あの人間って残念ながら、愚かな行為をやっぱり自分からするわけですよ。例えば僕なんかも完全に健康のことを考えたら、ワインとか一滴も飲まないとか、アルコール飲まないようにした方がいいんだけど、でもやっぱ好きだから飲んじゃうじゃないですか。だから一定のバカさっていうのはやっぱり人間ってあって、だから今回のオリンピックの件とかでいろんな人が叩かれたりとか、あの辞任を追い込れたりしてますけど、彼らは別によ どうもするわけじゃないんだけどでもさみんなさ 冷静に考えてみてみくださいいよ人間ってそんななな生き物じゃないですからねだから規則を作ったりとかルールとかで人間を縛ったりしますけどなんでかっていうと人間ってアホだから、うん、人間ですごい誘惑に弱いし間違ったことをいっぱいする未熟な生き物だからだから法律で縛らなくちゃいけないし罰を与えたりとかしなくちゃいけないわけなんですよ。っていうふうになってるのでそもそも人ってきれいじゃないからキャバクラに行くお父さんをどうにかしてあげたいっていうのは気持ちはわかるんだけれども多分その労力って徒労に終わっちゃうから自分を幸せにすることの方を考え といいと思い思ますよ他人は変えることはできないんでね、はい、おすすめはじゃあ一応出しておきましょうかはいラスおすすめはですねえっ、ー、とこの本なんか読んでみると心が落ち着くんじゃないでしょうか、はい、他人は変えられないならば自分が変えればいいと思いますねはい 続いて20歳の専門学生、女です。10歳の時に母に何で私の言うことは聞けないの産まなきゃよかったと苦しめられた過去が未だに忘れられません。中学まで習い事や友人関係も母に制限されてきました。高校までは公立校でしたが、今までの教育費を返すとも言われています。返済するべきでしょうか実家暮らしのため、現在も私の行動に口出してきます。就職を一人暮らしを予定していますが、母とどのように付き合っていけばいいですかということなんですが、別に他人として付けばいいんじゃないですかあの普通に親子って大事ですし、僕もあの兄弟とかあの親とかすごい大事にしてますけど、それを親が。 尊敬できる人だから、僕の兄弟が素晴らしい兄弟で尊敬できる兄弟だから仲いいだけであって、そうじゃなかったら別に親だって、兄弟だって他人は他人ですからね。あの、親とか兄弟を大事にするよりも、あの、身近な他人、いわゆる友達とかご近所さんとかを大事にする方が幸せになりますよってこと出出るんで、あの、別に構わなくてもいいんじゃないですか。ただ、鍵を渡してしまったりとか、えあとはそのね、あの、自分がどこに住んでるかみたいなことを明確に言ってしまうと、ま、よほどセキュリティがちゃんとしてるような場所とかじゃなかったら侵入されたりとか、後々面倒めんどくさいことになると思うんで、あの、ちゃんとね、 あの切るんだったら手を切るということをしっかりやった方がいいと思いますが、実家にいる間はね、いろいろやれてもしょうがないと思うんで、で、養育費に関しては、僕はなんかね、お返ししてあげたいなと思うんだけれども、でもさ、自分の親もさ、その親からさ、養育費出してもらってるわけだから、それってさ、あのね、じゃお前親に返したんかって話になるし、返すって言ったってさ、普通にお金のありどころとしてね、あの、将来がさ、この先長い若い人と、もう、 人通り人生終わってしかも子供を産む時にもちゃんと将来のこととか老後のことまで考えて準備して産んでるはずの親とどっちが金を持つべきかって言ったら僕は子供の方がお金を別に持つべきだと思うのであの返したかったら返してもいいと思うんだけど返す義務はないと思いますよ。うん、老人が持っててもしょうがないからさ。はい じついて。えー、先日彼女に振られました。DAIGO さんが動画で言っていた冷却期間についての質問です。えー、期間中は全く連絡は取らない方がいいのでしょうかはい、そうです。えー、来週はその子の誕生日でおめでとうの LINE で送りたいと思っています。えー、また、見た目や性格の条件などもなかなかに出会えるようなことはなかったので、次の子に進みつつも復縁の確率を上げておきたいと考えています。えー、それと最後に DAIGO の失恋エピソードを聞きたいですってことなんですが、えっ、ー、と、質問が多いな。はい。えー、じゃあ、まずですね、連絡は取らない方がいいですね。まずですね、振られたばっかりねで、興味がないと思ってる男から、誕生日おめでとうなんてきたら、 気持ち悪いことは好めないので普通に送らない方がいいと思います潔さってのを見せるっていうのが一番大事だと思うのでまそういうこう未練がましい男っていうのは基本的には持てないですからまそこら辺をざさっぱりとね復縁するにしても一旦は終了するとちゃんと終わらせるとだから終わらせてまた別なところで新しく出会うみたいなのを考えた方がいいんですよ一回切らないと うん、一回ちゃんと切らないと、やっぱり向こうも自分の方がね、有利なんだ、求められる側なんだって分かっちゃうと、やっぱりその魅力を感じなくなっちゃいますんで、ちゃんと切っておかないといけないかなと思います。で、あとはね、えー、っと、大体ね、出会えない人ってこういう言い方するんですよ。見た目とか性格もなかなか元カノは良かったから、元カノとの復縁の確率を上げながら他の女を物色しようなんて、遊びだったとしても他の女に失礼ですよ。はい、まずはそれを切るで。ちゃんと切って終わらせてから、 一定以上終わらせてからもう復縁しないとまあまあ意味がないという風にやってからまあ別にその後ねあのなんかなまあなんかねこう友達みたいな感じに戻ってなんか連絡を取り合うようにな,な,んかなったとかだったらまだいいんだけど一旦は終了しておかないとそれぐらいの覚悟がないといい女と出会えないんですよだからそういう考え方だから多分見た目とか性格がいい女と出会えなくてそしてたまたま見た目とか性格がいい女と出会ってもこうやって振られるんですよねだからまあそのことをちょっと肝に銘じておいた方がモテる男になれるんじゃないですかはい 大悟の失恋エピソードか。うーん、大悟の失恋エピソードはそんなにないかな。<laughs> そんなにないですね。僕の失恋、一番でも覚えている失恋は何かと言われたら、一番何かと言われたら、えっ、ー、と、幼稚園の時にあの来ていた教育実習の先生に、 めっちゃこう一目ぼれして好きになったんですけど、まあ、ある日突然教育実習だからその先生が帰っちゃってあいつかどっかで会ってみたいなもう一回会ってみたいなと思ってて会うことはなかったんだけど昔なんかテレビの企画かなんかで幼稚園かなんかに行ったんですよその僕がいたね幼稚園に行ってアルバムをね開けたら教育実習の先生もアルバムに写ってたんですよで僕の家にはなぜかなかったんですよそのアルバムはそしたらねそんなに可愛くなかったんですよその僕の想像のほどはだからあなんかある意味それって失恋だなと思いましたというのねはい すごい美女だと思ってたんですけどあっそうでもなかったな別に不細工じゃないんですけど何て言うんだろうあの愛嬌ある系の人だったんですよその人がねだからあれみたいなっていうなんかこうね勝手にこう恋して勝手に振られるみたいなはい。 では続いて、目標をつずつ達成していったらいいと分かってるんですが、目標を同時に何個も立てる上に、目標のレベルを高めに設定してしまう、全てうまくいかないと嫌悪感を感じる、でやる気が下がってしまいます。何かおこりごくださいとて、これ完全に完璧主義ですね。はい。あの、完璧主義の人って、このですね、状況が起きるので、完璧主義対策っていうのをやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。あの、完璧主義になっちゃうと、なんか自分でハードルを上げちゃうんですよ。あの、達成感を上げるために。でもそれができなくて、それが嫌悪感に変わっちゃうん でこれは普通に完璧主義の対策をした方がいいと思うんでえー、っとだからねおそらくなんですけどこの相談者さんは多分ですよあのー、先延ばしも結構されるんじゃないかなというふうに思うんですよなんでちょっと完璧主義対策の動画出しますんでえー、っとちょっと待ってね今ねはい。 ディーと D ラボ、あの、ガイアラのほうに入ってるディーラボのほうから見れますんで、よかったら、この、この動画ですね。はい。ディーラボ M も無料で登録できますんで、よかったらガイアラのほうからディーラボ無料体験してみてください。はい。無料で全部動画見れますんで、はい。太っ腹です。はい。寝ましたね。<laughs> あ、ごめんね、ごめんね。はい。ちなみに全員寝てます、今日。はい。 え先生いじめをした子私もひどい事めを受けましたが、えー、と省きます。えー 東先生という優しい習字の先生がいましたなんかすごいストーリーが展開されますねえワイコはいじめをあの習字と褒めるしか脳がない一種を鼻毛じいと言って、えー、東立ち入り禁止と習字で書いたんです、えー、東立ち入り禁止と教室の扉に貼られてしまいました、えー、先生これ読めないんですか何考えてんのとただ先生はいつも通り優しく振る舞っていました、えー、次の日ワイコは担任の先生に一発引っかかれただけで怒られても、えー、と無視、えー、親も知らず私はいじめたら殺人未遂もしくは自殺行為や自殺者が出たら小学生の殺人犯だと思います私の考えはひどす 冷酷ででししょうかってことなんですが、えー、っとお答えしますまず、えっと、子供がそういうことをしてしまう理由なんですが子供って実は時にめちゃくちゃ大人よりも残酷なことをしますよね子供ってピアとか言うんですけどピアというよりは僕が思うにはどちらかというと原始的だと思いますでなぜかっていうと子供の脳って未発達なんですよで未発達の脳ってどういうことかっていうと例えばちっちゃい子供ってまだほら、ね、脳があんまり発達してないからあの寝るさ これに睡眠の周期ととかかも違ったりとかするしやっぱり考え方も全然違うし大人とは全然違う行動をとるじゃないですかで子供が持ってない能力の一つとして、えー、セオリオブマインドっていうあの能力があります心の理論って呼ばれるやつですねこれ何かっていうと自分と他人の思ってることが違うとでその思ってることが違うってことを気づいて自分と他人は違うんだだから相手が何を考えてるのか自分がどういうことを考えてるのか伝えたりとか相手のその考えを読んだりとかっていうことをしなくちゃいけないっていう風なコミュニケーションの基本になるような 相手の心やですね思考を推定する感情を推定するっていう能力があるんですがこれがですね子供ってないんですよ初期の頃はでだんだんこれを身につけていくんですねだから子供が結構残酷にさ動物を殺したりとかさ相手を潰したりとかするじゃないですか そのさ無,駄無駄な接種をするのに。でそれって何かっていうとその嫌なことをされたりとか、えー、そういう、ね、ひどいことをされたら痛いとか悲しいとかってことが分からないからお子供ってこういうことをするんですよ。だから僕は別に子供嫌いじゃないけど子供は超残酷ですよ。うん、でそして原始的だと思います。はい。なんであのー、子供がこれをやったら。 子供でも殺人犯だと思いますっていうのは僕もそう思うんだけどでもそれってどれぐらい無茶なことを言ってるかっていうと子どもにない能力なんですよこれって。だからある程度大人,大人が多分責任取らないといけないしサポートしてあげないといけないんですよ。これどれどらいいいかっていうといや だって大人になって金が稼げてないって、もうその時点でもう国民として生きる価値ないでしょ。そんな奴らサポートする必要もないし、もうそういう奴らに税金を回す必要なんかないから、そういう奴ら勝手に植えればいいんだよ。だって大人でしょって僕は皆さんに言ったらどう思いますいや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 って言いません稼げない人も中にはいるんですよ。人によって能力が違うんですからって言うじゃないですか。子供はおしなべて人のこの心を推定する能力が低いので、だからそこはまあ大人もある程度考えなくちゃいけないし、で人に何かを教えられたかとに子供たちに教える仕事につくって時点で、これはある程度確保しなくちゃいけない問題なんじゃないかなって僕は思います。 はい、ひどいと思うけどね、うん、生物学的に考えるとね面白いですよね、うん、だから法律とか倫理的に考える意味って僕ないと思うんですよそれを考えるその倫理とか法律ってさほら時代によって変わるから超絶曖昧じゃんでこの超絶曖昧なものを頼るぐらいだったら僕はやっぱ科学を頼りたいなっていうふうに思うのであ、あのー、生物学とかそっちの方参照しますねうん。 ディーラボ会員です。28歳総合職、転勤あり、現在、あ、ちなみにね、あの、今言ったんですけど、でもね、僕ね、子供がね、猫とかいじめてると結構ひどいことしますね。僕昔やったことがあるのは何かっていうと、これで別に炎上したっても関係ないんですけど、猫すごい好きやったんですよ。んでね。 昔なんんか猫をいいじめてるガキがいたでですよでそれで僕何したかっていうのそのガキに向かってですね確かねあれ確かあれだよねあのほら BB 弾が出るさあのちょっと強力なエアガンみたいなのじゃないですかダダダザザみたいなこう秒間何,何十発とか打てるやつでそれでその猫をいじめてた子供を撃ちまくって追い,いい追いかけ回したことがありましたね昔。はい 僕全然効果後,後悔しないんで、僕にとってはあのその人間の子供なんかよりも野良猫の方がはるかに大事なんで、残念ながら。僕は猫好きなんで、うん。子供いなくても別に、そこら辺の子供別に、ね、いなくても僕全然困らないけど、世の中は猫が好だったら困るんで、はい。だから僕はそういうことしたことがありました。はい。あ、でもあの、推奨してないですよ。多分犯罪なんで、これ。<laughs> 昔、昔、昔、昔。はい。すごい昔ですよ。うん。いやいや、もう炎上しないでしょ、僕は。何言っても。うん。<laughs> だって猫の方がかわいいもん。 うん、猫をいじめる子供は有罪でしょうね、はあ、今だったらねあの心理学の知識が今みたいにあったらねトラウマを植え付けてやるんですけどねそういう子供にはね。はい えでは続いてディアラボ会員です28歳総合職、えー、転勤あり、えー、現在島根県の女です、えー、埼玉県に遠距離彼氏がいますが今年のゴールデンウィークのコロナ禍に付き合い始めたため緊急事態宣言だからと付き合ってからまた帰っていませんコロナが落ち着いたら会えるようになると信じたいですが、えー、落ち着かないあ会えないと続かないよと周りの人に言われますそうですね、えー、希望を出せば東京に転勤できるかもしれないですがそもそも付き合いが続くかわかりません、えー、遠距離恋愛を常時させる方法を教えてくださいということなんですが別に東京来たらいいんじゃないですか休み日とかにうん あの好きな人に会うために別にそれぐらいはいいんじゃないですかうん緊急事態緊急事態と言いながらもうん、いやもうもう緊急事態どうでもいいっしょ緊急事態だけどオリンピックやるし緊急事態だけど感染対策万全にしたらさねあの大勢の会食もやっていいみたいじゃないですかバッハさんとかの、ね、接待とかも考えたらだからじゃないですか感染対策を万全にしてあの普通に飛行機とか新幹線に乗って会いに来たらいいんじゃないですかうん。 えー、こんばんは、いつもありがとうございます。大悟の恋愛処方戦です。タイトルは練り直しました。えー、過去、黒大悟。えー、生殺しには宗教団体と同じ方法は有効です。お勧めしたいですけどね。です。あ、これ、だいぶキャッチコピー良くなりましたね。ちなみに最新動画は、大悟、つい変身を待ってしまう人へ、えー、女に追いかかれる男の条件は金より何々と。はい。あー、つい変身を待ってしまう人へはいらないですね。うん。 あのストレートでキャッチーなやつを前に出していた方がいいと思うん、ね、でつい返信を待ってしまう人 A よりも女に追いかけられる男の条件は金よりこれっていうこの後者のキャッチコピーの方が、えー、普通にあのインパクトが強いのでインパクトが強いものを前に持ってくるのが基本です、はい、特に興味を持たれづらいものとか相手が見てくれるかどうか分からないものの場合はあのアンチクライマックス法って言って前に大事なものを持ってきた方が見てもらいやすいんですよ逆に見てくれるって分かってる人はクライマックス法って言って後ろに結論を持ってた方がいいんですよ、うん だから、あの、わかりやすい例で言うと、小説って僕ら読むために買うじゃないですか。小説はクライマックス法なんです。後ろにオチが来ますよね。当たり前だけども。でも一方で、例えば、ビジネスレターとかビジネス上のメールなんかは、 その最後まで読むもんじゃなくて要件を伝えるもんだからアンチクライマックスをつって前の方にあのクライマックスを持ってくるんですよ。だから僕の動画もよく言われるのが結論早くいいよみたいなことをですねわざとわざコメントで言うアホがいますけれども何でお前にそんなこと言われにゃあかんねんってね俺のチャンネルでっていうふうに思うんですけどこれ何でやってるかっていうと僕ねあの なんかフラット来て見てほしくないんですよ、別に。あの僕とは YouTube やってる理由は、D ラボになるべくたくさんの人が入ってもらって、で、多くの人の人生がね、いい方向に変わることってのが僕はやりたいことなんで、だから D ラボに興味を持ってもらう人って、やっぱり10分、15分、20分ぐらいの動画見れないと、やっぱり、ね、集中力の問題っていうのはやっぱあると思うので、フラット見てなんかこう流しで見てね、なんかこうそれを見かけたからどうのこうのっていう人は、あんまり D ラボには入ってくれないと思うので、そこは狙わなくていいかなと思ってるんで、僕はクライマックス法になってます。はい。 24歳男です。え、結婚、え、健康診断で尿酸値のみ張ってなるという常時が出てしまい、医者に、え、趣味の筋トレとプロテインの摂取禁止と言われ、栄養指導も受けましたが、太ってもいませんし、お酒は飲めないので、この後ありません。別の医者に相談したところ、遺伝の問題だから薬で下げましょうと言われましたが、この年から薬摂取し続けることにも不安を感じます。え、何かこのがあ,あれば教えてくださいということんですが、うーんとね、まず、えっ、ー、と、筋トレとプロテインに関してなんですが、確かに尿酸値が上がる人は確かにいます。はい。あの、臓器に負担がかかったりする場合もあると思うんですけど、そういう場合は、 ちょうどねあのー。 明日と明後日とかから始まる断食の、ね、放送があるんですけど、断食と組み合わせてください。筋肉が減るから嫌だっていう人いると思うんですけど、断食って正しくやれば筋肉全く減らないんですよ。で、脂肪が減って、さらに断食を一定期間行ってあげると、オートファジーっていう現象が起きて、で、結果的にこのオートファジーによって、えー、とそういったあの代,謝代謝に関する問題とかが解決するパターンがありますので、それを組み合わせてもらってもいいと思いますね。ただまあもちろんお医者さんの言うことは聞いてもらいたいんですが、そういうところを組み合わせていけばだいぶ変わるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。 オートファジンの本なんか読んでみてもいいと思うんですけどね、はい、例えばこれちょっとね専門的にむずいかもしれないですこの本とかオートファジンもね今度まとめようと思ってるんで、はい、まあ、ディ D ラブでやりますまた <laughs> プロテインをね取らなくてもいいかもしれない僕最近プロテインやめてサバ缶にしてますもん <laughs> そうあとプロテインの種類とかもねいろいろあると思うんでねうん えー、では、えー、続いて、よいしょ、はい。えー、殺人をしてしまうかもしれなくて怖いという相談をしたものです、そんな考えしてるも私がおかしいと言われると思ったので、不安を感じられ大丈夫という言葉に使われました。今日は久しぶりにぐっすり眠るそうです。ありがとうございました。 ありがとうございました。ちなみに、ね、僕もねあの、うっかり人を殺してしまう夢っていうのを結構見たことがあるし、時々見るので、なんか、そんなに心配しなくてもいいと思いますけどね。あの、カッとなって人を殺せるほど、まあ、腕力というか、あの、力があったりとか何かこうパワーがある人ってあんまりいないと思うんですよ。例えば包丁とかでわあのお腹を刺したら、人って死ぬと思うでしょ意外と死なないんですよ、あれ。あれね、あの、ね、人殺し大百科っていうさっき言ってた本があって、あれとかにもどこを刺すとどう死ぬのかってこの書いてあるんですけど、あの、 主要な臓器とかを傷つけない限りは基本的にね刺したぐらいでは人はそう簡単に死なないんでうんもちろんね捕まりますよ刺したら捕まるから別にだから刺しても大丈夫って言ってるわけじゃないんだけどもあのそう簡単にできないですあとはねやっぱねあの何だろう包丁とかで握って人を刺そうと思ってもあばらとかが邪魔で意外と刺さらなかったりするしあとはこう自分の手が傷つくんですよだから思いっきり本当に人は刺そうと思ったらゴム手袋とかして滑らないようにしてで包丁をしっかり握ってこう,こう,こうやって握るんですよ こう持って使うをこう押さえるんですよ。こう持っちゃうと滑っちゃって自分の手が切れるんですよ。刺したときにこう手がするって滑っちゃって、そうだからあの基本的には本気で刺そうと思ったらこう持ってこうなんですよ。でこれでこういくんですよ。そうでいかないとダメなんでみたいな知識がないとそんな簡単に殺せないと思うんで大丈夫ですよ。はい。人殺し大やか気になります。売ってんのかな今でもうん絶版だと思うけどちょっと調べてみましょうか。はい。 新装版が出てあはいやっぱやっぱ絶版してますね、うん、売れないよねこんな本ねえー、っとね売ってるなちょっと待って売ってますね、はい、一応じゃあ,あの今日あの紹介しておきますねリンク入れておきますね、はい 読み物としては面白いですよ。へーっていう人間の急所とかそういうのがわかるので、はいこれ。この本ですね、はい。新しい版になってるみたいですけど、でも、出版してる人は同じですね。ちなみに、大百科バージョンは、えー、絶版っぽいですね、うん。絶版っぽいんだけれども、でも、一応、えっ、ー、と、出てはいるので、 あのー、ちょっとこ,こっちの方が、こっちが多分僕が持ってるのに近いですね。僕、深層版じゃなくて、古いバージョンのやつなので、あれなんですけど、深層版っていうのが出てるんで、これも一応、えっ、ー、と今、チャットに打っておきますね。はい普通にあのミステリー小説とか、サスペンス小説だと思って読んでください。はい、あの実際使うとかじゃなくて、こっち、はいこっちが僕のあのおすすめ的な方ですね。はい では続いて、えー、マインドセットの話を聞いてこちこちの硬直マインドセットだったらセリエおすすめの本も購入しました一度読んだだけでかなり意識が変わった気がします私が単純なのか変わったのかされたき5歳の娘もしなやかマインドセットにと思うんですが褒めるときその場で褒めてあげることはできません考えすぎなんでしょうか私自身がしなやかマインドセットに変わればその場で褒めてあげることはできるんでしょうかと思うんですが、まあ、そうですねあとは癖だと思うので、うん、あの癖をつけていくのがいいんじゃないかなと思いますけどはいマインドセットのですねあの,あの研究っていうのは、まあ、そういう意味で言うとあの ね、結構あの古くからある、えー、研究ではあるので、あのー、効果も、ね、分かりやすいですし誰でもできるので癖、あのー、にしてみてください、はい、一応イマインドセットの方はこれですね D ラボの方から無料でマインドセットに関する動画も見れるのでよかったら概要欄の方から D ラボも、えー、無料体験チェックしてみてください えー、いつも猫ちゃん動画をご覧いただきありがとうございます。いつもピコ様たちにお世話になっている分、第5のハイライトで得た収益の一部を保猫活動に寄付しようと考えています。寄付をするとしたらどういうところに寄付するのがいいでしょうか、お勧めを教えてくださいということなんですが、えっと、ヌコさんとピコさんとミコさんの出身の団体はですね、東京キャットガーディアンっていうところですね。はい、こちらになりますんで、はいまあ、寄付はよかったらこちらに寄付してあげてください。 この子たちはねみんな同じところから来てるんではいあのー、なんだろう捨て猫の拾い方っていうあの野良猫の拾い方っていう本とかも出されてて結構わかりやすいので、えー、保護猫とかねネネ野良猫とか引くとる人なんかこの本も、えー、合わせチェックしてみるといいと思いますリコタン <laughs> こんな首難しい格好してこれ今ね寝顔を僕に見せてくれてるんですよそうこっち寝ていいんだよ 眠たいねこのアングル良くないですかこんこん今度から質疑応答を押すと全部このアングルにしようかなこういうアングルでで日替わりでここに乗ってる猫が変わるってどうすか <laughs> 今日はたまたまピコさんなんですけどねピコさんもう返事する余気もない返事する元気ない眠たい <laughs> 眠たいねいいよいいよ寝てていいよああ 仕事や人間関係、趣味とかいろいろなことに対してどうでもいいと思ってしまいます。えー、やりたいと思っていたことも手を出さず、自分が何をしたいのかよくわからなくなってしまいました。えー、最近はコンビニとかで小さい散財を繰り返してダラダラし,、えー、してる毎日を送っています。ですが、今の状況は良くないと思っているのと、また楽しんでいた趣味ややりたいと思っていたことも始めたいと思っています。何かアドバイスをお願いします。また質問から今の自分の状態に接続できるものがある教えてください,といます。あ、これね、中力欠乏症ですね。うん、これどういうことかっていうと、あの、人間ってスマホとかもそうだし、SNS とかもそうだし、あとは細かい、例えばそういう誘惑、まあ、コンビニ とかもそうだと思うんですけど無駄の、ね、細かいかもそうなんですけどそう,うのにね注意力は持ってかれちゃってるんですよ。で実は僕らが、えー、自分の好きなことを見つけたりとか何かに集中して成果を出そうと思うとやっぱり一定時間他のことを一切考えないで没頭する必要があるんですが現代人のこと没頭能力はですね金魚並みに低いというふうに言われてます金魚よりも集中できないんじゃないって言われたりする例があるぐらいでつまり注意がいろんなところに分散しちゃうから やりたいいいこともあるしななわけじゃないんですよでも、めんどくさいなと思っちゃうのは、もう注意力がですね、なくなっちゃってるんですよ。一つのことに注意を与えるような、えー、余力がもうないんですね。スマホが鳴るわ、LINE が気になるわ、ネットニュース見ちゃうわ、ね、SNS 見ちゃうわ、ね、細かい欲望気になるわ、なんかやんなくちゃいけないこと溜まってるわ、心配事溜まってるわみたいな感じでなっちゃってるので、それをまず解消しなくちゃいけないので、あの、 おすすめとしては、まあ、家にあるものを減らしたりとかして、余計なことを考えなくていいようにするというのと、あとは集中力に関するです、ね、トレーニングとかを行ってみるといいかなと思う。特に注意3万をです、ね、防ぐ方法なんかいいと思いますんで、はい、そので、ね、集中力とか注意力を鍛えると、急にやりたいことが見えてくるパターンとあるんですよ。だいたいみんな集中力とか鍛える時って、やりたいことを見つけたら鍛えようとするじゃないですか。逆なんですよ集中力を鍛えることによって、余計なものが見えなくなるんです。 でその余計なものが見えなくなって注意3万がなくなると、パッとこうなんかこう、もやが晴れたみたいに、やるべきこととやりたいことが見えてくるんですよ。だから集中力で大事なんですよ。ということで、一応このえ今チャットで打ちましたが、超集中力2.0、ハーバードメディカルスクール式注意3万を防ぐ6つのポイントという動画が、概要欄の d ラボの方から、えー、今ですね、えー、無料体験で見れますので、はい、20日間の無料体験で見切れると思うんで、はい、よかったら見てみてください。はい見切れるというか、その注意力の動画ぐらいだったら見切れると思うんで、20日間以内に解約したら無,無料なんで、はい。 にいて親に自分の意見がなかなか言えずいつも親に何て言われるかなお怒られるかなどビクビクしてしまいます今は物理的に距離も取っていてなかなか会うことはないんですが彼氏を紹介した後両親はあまりいい感触ではなくいろいろ言ってきましたがやはり結婚したいと思ってるんですが結婚したいことを言えずに言いますどうしたら親にビクビクしないで意見を言えるようになりますかという質問ですねまずえっとね まず考えなくちゃいけないこととしては、結婚するのに親の許可はいらんってことです。はい。あの、親の許可がないと結婚できない時代なんて、もうかなり古い時代で、やっぱり言いたいことがですね、その言えるようになるあのっていうのって、あのまずはその自分がさ、その気にしていることが無駄なことっていう風に気づかないといけないんですよ。やっぱり言いたいことをちゃんと言えるような技術っていうのは持ってるかどうか、それができるかどうかによって人生って変わってきて、で、親の選択は正しいかって言ったら、まあ、 親のの選択の方が多分正しくないわけです親は自分たちの経験をもとにいろいろ言ってくると思うんですけどもはっきり言ってじゃあ親が結婚とかを決断した時期って、まあ、その結婚の 晩婚化っていうのを考えると、僕らが結婚するタイミングよりも親が結婚するタイミングの方が多分早かったはずなんですよ。年齢的にはつまり未熟な状態。精神的に未熟な状態で結婚という決断を下してるのは、むしろ親の方であって、時代の変化も親はもう知らないわけで、時代の変化を知っていて、そして晩婚化の時代になってて、結婚にもいろんなですね。ルートがあるってことが分かっている。僕からの方が多分結婚に対しての判断は僕は正しくになるんじゃないかなと思うので、わざわざ親の判断を聞く必要はないと思いただ、なんとなく言いづらいよっていうに思うのであれば、例えば d ラボで。 こういうい動動画画、えー、超要求力って動画ですね相手にこう言いたいことをちゃんと言って要求したいことをバシッと要求するためのメンタルの作り方その言い方ですね、えー、をご紹介してる動画がありますのでこちらも20日間無料で見れますのでよかったらチェックしてみてくださいはいで言いたいことを言う時にはじゃあ1個コツがあってどうするかっていうと譲歩することとしないことを決めておいてくださいこれだけは絶対譲歩しないってことを決めておいてで他はもう譲っちゃうと、うん、他も別にいいと うんあ,あそうだね。そうだねあわかたがたじゃあそうするねっていうふうに言っててで,でも絶対譲っちゃいけないってことだけ決めといてそこだけ死守するようにしてください。普段のコミュニケーションでも。このどこを死守するかっていう明確なルールがない人ってなーなーに他人に説き伏せられます。でも僕の場合なんか猫と一緒に過ごす時間だったりだとかえ自由な人生とかそういう,こう大事な、ね、ものがいくつかあってその大事なものリストに触れた瞬間に僕の場合は交渉が決裂します秒で、はい。そういうのを決めておくと言いたいことがちゃんと言えるようになるんでそれ以外はどうでもいいからここは譲ってあげるここは無理よ絶対にとかに言えるので。 はい。弁護士がよくやる手法ですか？いや知らない。<laughs> 弁護士ってどうなの？そういう手法とかあるの？<laughs> 弁護士の人ってでも僕らが思ってること交渉とかしないですからね。事務手続きが結構多いので。 34歳の女です。12月から闘病中で、来月手術をして、今まで使っていたものより強い抗がん剤での治療が始まります。お大変ですね。子供がまだ小さいことや、手術はこれからの抗がん剤が効くのか、家族に迷惑をかけて、重荷になっている申し訳なすなど、ネガティブなことばかり考えてしまいます。さらにそのネガティブな気持ちを全面的に協力してくれていて、感謝しかない音に八つ当たりのようにぶつけてしまいます。これらを改善する方法や、病気や治療に前向きに考える方法などだったら教えてくださいということですね。はい、なるほど。まあ、抗がん剤の投与ってやっぱりメンタルとか、まあ そういうのとかに問題が起きてしまったりとかえ、あとやっぱ痛みですね。うん。っていうのがやっぱりガンの場合とかと出てきたりとかするので、まあ、そういったものを治療するために使われていた方法としては、マインドフレンス瞑想なんかすごくいいと思います。寝たままでもできるので、はい。もともとマインドフレンス瞑想ってメンタルを鍛えるとか集中力を鍛えるって言って流行ったんですけど、あれもともとは病院とかで治せない慢性痛の治療に使われていたんですよ。だから本当にモルヘネを使ってせなかった人が、あのマインドフレンス瞑想、まあだけで治ったとは分から思わないですけど、とかあの併用することによって、痛みが大幅 に軽減されたりとかしたみたいなデータがあって、そこからあの瞑想の研究が始まって瞑想が科学になってでおまけとして集中力上がるとかメンタルが安定するっていうのが実は出てきたんですよ。だから、ちゃんとしたマインドフルネス瞑想がいいと思いますので、え ic 瞑想よりかはちゃんとしたところから入った方がいいと思うんで、今おすすめの本をええと出しておきますね。はい。 こちらの本がおすすめです。はい。ボブ・スタールさんの、えー、マインドフルネス・ストレス低減法ワークブックって本がありますねで、よかったらこれ見ていただいて、やってみてください。で、あの、病院とかだとなかなかね、運動もできなくて、で、運動しないとやっぱりメンタルの状態が落,落,落ちていくので、あの、ある程度運動ができるならば、あのヨガ瞑想の簡単なヨガとかもこの本の中に入ってるんで、図解で。こういうのとかやってみてもらるといいんじゃないかなと思います。はい。 あとはあれですねあの8つ当たりしちゃうのはある程度しょうがないと思うんですけど定期的に感謝する日を作ってみてください週に1回とか夜必ず寝る前とかでもんでもいいんですけど、まあ、旦那さんに対する感謝を、まあ、実際にいたら言葉にしてもしいなかったらメモとかに書くとかラインで送るとかでもいいと思うんでそういうものをやってあげるとやっぱりその感謝することって自分に実は一番大きなメリットがあるんですよ他人に感謝の心を向けるのってあの自分のメンタルを改善してくれたりとかストレスをですね解消してくれたりとかしますんで免疫力も上がると思うんであのいいと思いますよはい かどうか釣れたらそなになりたいあ、あれはやりすぎです。<laughs> あれは体に良くないと思いますよ。確かに断食とかあるし、あの瞑想とかすごいんだけど、あそこまでやると多分体に良くないと思いますよ。はい。 えー、24歳男です。一般社会に馴染めないのが自分でもわかるぐらい強調性がありません、えー。自分の目標である起業する上で必要なスキルを見つけようと思い、えー、転職をしていましたが、どれも失敗続きで無職になりました。その影響もあったか、本当に自分が起業したいのかわからなくなり、えー、悩んでる自分が嫌いにエスあげます、えー。この場合、一旦お金を稼げる仕事について、金銭的融を作るか、お金を出スキルを重視した転職をもう一度するべきでしょうか。辛くしてお願いします。ということなんですが、まずですね、スキルがあったら起業できるって考え方から改めて多いですね。おそらく起業で必要なのはアイデアと戦略であって、 スキルはあんまり関係ないですね。だってさ起業するのに必要なスキルって何よって話じゃん。ファイナンスとかさ役に立つことあるかもしれないけど起業って多分スキルじゃないですよね。うん、スキルはどちらかっていうと起業する側じゃなくて起業した会社で働く側に必要なもんなんでだから普通に金銭的な余裕がないと起業は絶対できないので金銭的な余裕は作った方がいいとは思います。だからまあお金を目当てに仕事をしてその仕事をしていく中でビジネスのアイデアとかが固まってくるのでそれからでもいいんじゃないですか、うん よくわからない二択で悩む人っていますけどこれまさにその典型ですねはいスキル起業するためのスキルとかないからね自分で考えるしかないんで、はい、これとか読んでみてくださいオリジナリティとかを高める方法とか書いてあるんでうん結構さん目開いてるみたいに見えるってよ開いてる <laughs> 実際に開いてましたすいませんごめんねごめんねちょっと回すよ <laughs> ごめんね下の美子さんがびっくりしちゃった え続いて、私の両親は離婚していて、私は母と暮らしています。えー、父方の祖父と、いとこのことが嫌いなので、二人のラインをブロックした,りしたらいいんじゃないですかしかし二人は私の好きな父や父方の祖母とも家も近所に日常的に交流があります。だから完全に縁を切れないのではないかと不安ですし、縁を切ってしまったら父や祖母との関係にもしょうが出るんじゃないかと思っています。親戚の中の一部と上手に縁を切るにはどうしたらいいでしょうか長文申し訳りませんってことなんですが、あー、あれじゃないですかあの、別にブロックしておいていいんじゃないですかブロックしても、 あの未読無視になるだけなんで、で、未読無視になってる状態で放置しておいて、で、あの、もし相手から、え、なんか連絡つかないよって言ったえ、なんでですかねもしかしたら LINE アカウント、あれ、携帯寄進したからおかしくなったのかなとか適当なことを言って、で、どうしても連絡取らなくちゃいけなかったら、ブロック解除すればいいんですよ。で、ブロック解除したら一時的に連絡取れるって、で、またブロックすればいいので、はい、それでいいと思いますけど、うん。 付き合わなくていいと思うんですよあのなんだろう例えば僕はうちの父親の,その兄弟が大嫌いなんですよ。どれぐらい嫌いかっていうとあのコロナで一人も知らないのがちょっと残念だなと思ってるぐらい嫌いなんですけどもそれあり嫌いだし僕もそれ父が言ってるんですよ。僕は親父のことはめっちゃ尊敬すると。その4人の男というか子あの,、ね、あの子供をあの、ね、産むって決めたのもすごいしあの松丸家の育て方っていう、ね、本が今度出るのでよかったらそれも読んでもらいたいんですけど。 うちの父親があーなんで母親と結婚したのかとうち4人兄弟なんですけど母親は、ね、子供産めない体って言われたんですよ。でその子供産めない体って言われてだからうちの父親にです、ね、別れてほしいって言ったんですよ。私は子供が産めないと。でうちの親父は子供めっちゃ好きだったんで子供が産めなかったら結婚してくれないだろうと思って子供が産めないから私と別れてくださいってうちの母親が言った時にうちの親父はもう何にも迷わずにでも君と一緒にいれるんだったら子供がいなくても別に構わないと無理しなくていいというふうに言って結局ですね、まあ、神様っているのかなと思いますけどう人子供ができてう人が全員優秀って。 弟とは見ぬ一緒な,わけなんですよっていうストーリーとかも一応入ってる方も今書いてるんですけどもあの何が言いたいかってこれを言ったかっていうとじゃあ僕がねうちの親父の兄弟大嫌いだと、うん、もうね、もうねんでこロナにしないんだろうっていうふうに言ってるんだけどもそれ親父にも言ってるんですよ知ってるんですよ知ってるんだけども親父はそれに理解してるんですよつまり何が言いたいかっていうと親戚と仲が悪いい合ませんで別に僕みたいにリスなくてもブロックするとかしていいと思うんですけどそれを。 攻めててくるよようなな親戚と付き合っちゃダメですよ関係ないもんだって自分が本当に大事と思ってるんだったらその人が誰と喧嘩していたところで誰と仲悪かったところで誰と燃いてるところで守るじゃないですか。でも当たり前なわけで。だから人間関係をその何だろう知るための試金石になりますよ。みんなと仲良くしようとすると誰が敵で誰が味方が分からなくなるんです。ところが自分の信念をちゃんと貫いて失礼にならないレベルで言うことを言ってると嫌われる人。 まあもちろん出てきますよでもそれってその程度の人間だったわけですよで。そいつにとこの先にもしかしたら気づかないで一生無駄な時間を使っていたことを考えたらそっちの方がゾッとしませんだから僕は試金石になるからむしろどんどん言った方がいいですよ。で面と向かって一発言った方がいいですよ。いやちょっと合わないんでっつってうん。それか相談してもいいと思いますけどうん。その自分が仲良くしてる人とその親戚がいたとしたらその仲良くしてる人の方に先にあの。 ね、親戚のなんとかさんが苦手でちょっと LINE をねあの実はねあのブロックしようと思ってるんだよねみたいなことを言ってで相談してみるのいいと思うんですよ先にその味方側から囲っていくっていうことですねはいで昔と違ってね今はさ親戚と仲良くしなくても生きていけるから、うん、どうでもいいと思いますけど、ね、あとそうそう遺産とか相続あるっていう人いると思うんですけどえっ <laughs>、うん、とね えと遺産とか相続を頼って生きているのは僕はちょっと残念な生き方なって思っちゃいますね。自分の人生を切り開くのが大事なわけで遺産とか相続を当てにするから嫌いな人とき合わなくちゃいけないってそれはお金のために嫌いなやつに頭下げることとほぼ同義だと思うんで僕はそれはどうなんだろうって思っちゃいますけどね。うん 僕はいつも言ってるんであの遺産いらないよと弟たちだけで分けてっていうふうに僕高校生ぐらいの時から言ってるんで、はい、その代かわいい長男としての仕事はしないからねっていううに親父に言ってるんでそうだうちはだからあの2番目の弟の圭吾君が多分ねお墓とかなんかでいろいろ守んなくちゃいけないものがもしあるんだったらねやるんじゃないかなと思ってます僕はすみませんごめんなさいできませんすみません <laughs> はいもふ <laughs> はい長男だけどね長男としては仕事はしないって言ってるんで、はい、うわきたきたよこれ 猫のこの伝説のポーズが <laughs> はい続いて、えー、ともう僕は映らなくてもいいかなと思いまして、はい、一応じゃちらっと映りながらやりますかはい。 母から春から大手ホワイト企業で正社員として働いているものです。現在、副業で行っている同人活動で17万程度収入があり、月1万ペースで収益が増加しています。すごい しかし、副業減止なので収益を受け取ることはできません。そこで相談なんですが、副業系受けの会社で正社員を目指すべきか、妥協して正社員一本でいか迷っています、えー。月160時間の労働で20万と、月20時間の後だけ同人活動で17万円の収入です。えー、自分の中では同人活動に力を入れたんですが、まだ1年目で安定しているよな状況で、市長から見た客観的な意見を出せい。副業ばれしない方法は一通りリサーチで見せることなんですが、あれじゃないですか、会社とかにするとか、あとは受け取る人の名義とか口座を変えたら、多分ばれないと思います。副業をやっていても。で、ちなみにこれ副業っていうのは収入を受け取らなきゃ 副業になならないと思うのであの収入って形を受け取らないで会社にしちゃうとか親名義で会社を作ってその会社に入れるにするとかすれば別に問題ないんじゃないですかそれで言うんだったらうんあとは経費に落としやすくなるんですよ副業って例えば副業しているとで会社にしていると個人で例えば車を買うと 例えばその車っていろんなことに使うと思うんですけど個人で買っちゃったら半分しか経費に落とせないんですけど会社で買ったら全額経費で落とせるんですよだから使える経費の枠が増えるっていう点でも普通に副業をやるときに起業化するのは全然構わないと思うし自分が株を100%持ってる状態で親とか友達とか社長としての名義を借りるとかすれば別に普及にはならないですしあとは最悪自分が社長の名前でも調べても出てこないんで多分全く問題にならないしで最悪調べて出てきたところであでも役員報酬1円ももらってないんでロ円にしてる で不況にはならないですよねって言ったらならないと思うんで全く問題ないんじゃないかなと思います。はい えー、24歳で海外の大学で、えー、運動生理学を学んでいます。すごい、えー。大学で取りたい授業が取れない状況です。あまり興味ない授業を取っても早く卒業するか、ビジネスの勉強して取りたい授業を来年取るか迷っています。過、え、去、ー、この場合は卒業遅れてしまいます。早く卒業するか、卒業遅らせても自分で稼ぐ方を、えー、勉強するか、どちらがいいでしょうかってことなんですが、えっ、ー、とね、まず大学で受ける授業で稼ぎ方が学べることってほとんどないですね。ビジネスってやっぱり自分で手を動かさないと、えー、できないので、だから、 あの、まあ、趣味でどっち選んでもいいと思うんだけど、早く卒業して、多分、その自分でちゃんとお金を生み出すっていう風な仕事をした方が僕はいいと思いますけどね。中には、えー、大学でビジネスとか、いわゆるね、あの、教えてる先生では、まあ、自分がちゃんとビジネスをやっていたりとか、企業とかをしたりとか、企業の役員とかやったりとかしていて、ちゃんとビジネスに関わってる人もいますが、えー、大抵は自分で金を稼いだことがない人間がやってることが多いので、そういう人たちから学ぶぐらいだったら、えー、ちゃんといい、あの、普通に卒業していい会社に入って、それでも勉強したかったら、あの、普通に、あの、大学に、 社会人としてねもう一回大学院とか入学すればいいと思うんで普通に一回就職した方がいいと思いますけどはいうわーえっ、ー、ピーコさんピーコさん足が大変なことになってるよ足 <laughs> 足どうしたん <laughs> ちょっとちょっと待って。 このようになっておりです、ピコさんが。ちょっと待って。あれ、下にもいるやん。そう、下にもいます。ちなみに、横にもいます。<laughs> 僕はね、猫に囲まれる生活が夢だ猫と本に囲まれる生活が、ね、夢だったんでね、こうなるわけです。 難しいなこうかなちょっと違うかなはいちょっと待ってくださいね角度を調整しだいしますどうやったらいいかなピコさんこれどうやったらいいかな俺が座る位置を変えればいいのかなこうしてこうしてこうなんか違うな 違うね。やっぱこうかな。<laughs> よいしょ。みこさん。やっぱこうかな、はい。ちょっと回していい、みんな。ごめんね。はい。 ちょっと回ります。はーい、回ります。 遠距離恋をしていいる女性片思い中の大学生です以前、ね、友達関係を維持して相手が別れそうになるまで待つというアドバイスをいただきましたが友達のままでいることが辛く少し病んできてしまいますこの状況を乗り越える考え方や対策はありますかまた夏休みでもお互い帰省するため1ヶ月は会えなくなります会えない間に何かできることはありますかということなんですがえー、っとそうですねうん <laughs> と友達のままでいることが耐えられなかったら多分あの 恋愛をしたた後って当たり前ななんんだけけどいろ問題抱えるわけですよ結婚した後とかもそうなんですけどやっぱり人っていろんな問題を抱えていくわけでそういった問題をやっぱり乗り越えることができなくなっちゃうことが多いと思うんで多分あいつと付き合えるかどうか。 えではなくて片思いの状態にすら耐えられない人はおそらく恋愛とかましてや結婚みたいな長期的な関係を耐えることってほぼ不可能なんですよ実際結婚に向いていない人の特徴って科学的に分かってまして結婚に向いてない人の特徴って人間関係のいざこざを解決する能力が著しく低いっていうのが実は研究で出ておりましてだからそういう意味で言うと多分ね普通にあの自分のメンタル鍛えた方がいいですよこれうん多分ねいろんなところで問題かかると思いますあの片思い云んとかの以前の問題の気がするのではい うん、だからそのネガティブな気分をコントロールする方法を学んだ方がいいと思いますよ、もう少し。はい。えー、そうですね。いろんな方法があるんだけれども、 ん僕がでもやった中で一番メンタルがあの安定したのはやっぱり体を鍛えるウエイトトレーニングとかやっぱり、ね、筋肉量を増やすことによってネガティブな感情ってあのやっぱ減ってくのでそういう意味で言うとその筋肉量を増やすっていうのが一番いいやり方かなと思いますけどね、はい、他にもいろいろあるっちゃあるんだけども、うん、でもやっぱねその程度耐えられなかったら恋愛はきついよ、うん えでは、続いて、こんばんは、嫌な夢ばかり見て、疲れてしまいます。えー、特に心配事があるわけでもありません。ぐっすり眠る方法があったら教えてくださいということですね。はい。えー、特に心配事があるわけじゃなくて、嫌な夢ばっかり見ちゃって疲れちゃうとことですね。えー、だとしたら、まあ、その悪夢を見ないようにする方法ってそんなにないんですけど、まあ、睡眠の質を上げたりとか、あとはリラックス効果を高めるっていうのは結構いいと思うので、近くに自然とか公園があるんだったら夜のお散歩みたいなのをしてみてもいいだろうし、それがないんだったら寝る前に、えっ、ー、と、ラベンダー、 オイルとか用意してもらって、ラベンダーまたはローズのオイルを用意してもらって、それをですね、まあ、アロマで炊いたりとか、あとは僕はね、あの猫がいるんでアロマが炊けないんで、枕にですね、めっちゃこうアロマオイルかけるんですよ。寝る前にバタバタってかけて、その枕を背中とかにこうやって引いて、で、あのね、こう座った状態、ベッドとかに座った状態で、本を読むんですよ。30分とか1時間ぐらい。で、それで心を落ち着かせて、香りとともにね、読書して心を落ち着かせて、でそれから寝るようにすると、あの割とこう、ストンと寝れて、ストンとさっててと起きれて,てで、中途覚醒とかも少なくなるので、 いいんじゃなだからあのねえー、とラ,ラベンダーオールなんかはいいんじゃないですか、はい、こういうのですね、はいえー、では続いてよいしょ えー、ディーラボ会員30歳です。えー、自分の寝言がひどくて、えー、悩んでいます。えー、基本大声で罵声を浴びせたり笑ったりしているらしく、この間は普通の仕事なんだ。私にその仕事が通用すると思うのかと、ファイティングボードを取りながら寝言を言っていたみたいです。直す方法はありますかということですね。なるほど。えー、っと、寝言か 寝言をごめんん直す方法はねあんまりなないいかもしれない、うん、で実際にあの寝言を言っちゃう人って結構何だろうこうやばいんじゃないみたいな風に言われることとかもあるんですけどまあ無誘病みたいに歩き回ったりとかしたりとかしたらやばいんですけど普通に寝言言うぐらいだったらあのそんなに問題にはならないんじゃないかなと思います、ね、もちろんあの人間って見る夢ってめちゃくちゃあったりするし実際に夢を見てるかどうかっていうのもですね本当にその自分の認識で夢見たと思ってても見たって思い込んでるだけってパターンもあるのでこれ何とも言えないのでやっぱ睡眠ってね分かんないことがすごく す多,多いんですよだから一応寝言とか面積部とかに関するあの研究に関してはですねん一般向けの分かりやすい本だとリチャード・ワイズマンさんのですねよく眠るための科学を教える銃の秘密って本がありまして、えー、と今チャットで打ちますねこの本ですねこの本とか見てもらうとある程度書いてありますけどでもねやっぱ睡眠はねほとんど分かってないですねうん。 あ寝言を直そうってのは残念ながらあんまなくて、もしかしたらその、えっと、その眠りが浅いことがその原因になってる可能性はあります。その場合はさっき言ったみたいにラベンダーオイルとか、あと僕なんかヒノキの、えー、オイルとか使ったりとかしてますけど、ヒノキのオイルなんかも結構あの使えると思いますんで、こっちを試してもらったらいいかもしれませんね。血圧とか下がりますんで、血圧とか下がるんでお風呂に入れるのも全然ありだと思いますよ。はい。ペットがいる人は、 あんまり空気中に巻くのはおすすめしませんあの西洋分解できないんでピーコさん今日大活躍だねかわいいあマイク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 がね丸いんですけどマイクつけてるんですけど今マイクにパンチしようとしましたね <laughs> マイクは触っちゃダメだよピーコタンマイクはダメよ眠たい <laughs> はい 寝言の研究ってねいろいろあるんだけどね決め手にかけるんですよねはい、えー、あじゃあそろそろ質問を締め切りますね会社から解雇通知を渡されて数週間が経ちましたしばらくえあくる仮想的で しばらくは脳内物質が出ていたのか、えー、周囲が驚くこと明るく活動でき転職活動してたんですが最近の努力、気分の上下、他人が反動に敏感になるなど急に不安定になって子供は気持ちからダメになってしまうのではないかと不安です。こんな時には心にや、えー、体にどのような対処をするといいのでしょうかピコ様、変えすぎですってことなんですが、えー、っともし土日とか休みがあるんだったらあの自然にあの任せるというのが一番、えー、いいやり方かもしれないですね。はいネイチャーフィックスって本何回かこのチャンネルでは紹介していると思うんですが実は自然が持っているメンタルの改善効果とかリラックス効果でかなり強力 でメンタルが不安定になったら僕はよくあの瞑想でメンタル鍛えたらっていうふうによく言うんですけれども、まあ、今みたいにあのい一時的な気分障害というか気分が下がるというかそうなった時っていうのはのストレスとか自分の緊張感をリセットする必要があるんですよでこのリセット効果は一番強力なのがです、ね、リラクゼーションとして一番強力なのは自然だよってことがいろんな研究で言われてますんでそういう意味で言うとあーのーリラックスだけを目指すんだったら普通に自然に触れるのが一番いいんじゃないかなと思いますけどごめんねうるさいよね。 何でやがん何でやが,何で嫌がいいんでやがんあーごめんごめんごめん。もしねもしねもしもしごめんごめんごめん。怒んないでよー。怒んないで後でおやつあげるから。ささみあげるから後でささみ。ね。はい。えー、大学2年生です。サイコロに入ってえー、もう。 ななく、えー、特にやるることがないい、ね、で夏休みインンターンをすすか考えてますしかし東京まで2時間もかかりコロナも、えー、怖いため迷ってます地元にアルバイトをして、えー、秋以降1人暮らしするための資金を集めるか、えー、夏から思い切ってインターン始めるかは考えを聞かせてくださいということですねえー、そうですねでもアルバイトするにしてもどうなんだろうっ、うん、てかインターンの時ってやっぱ引っ越すよねこれ多分東京まで2時間を通ったりしないですよね通うんだったらちょっとまた考え方変わりますけど普通に東京来たら うん、やっぱほらコロナが怖いから東京ってって言うけどもうこれもう独特地方独特な考え方でまずあれですよ人口との比率考えてくださいよコロナになる人で東京って人口以上に地方からやっぱり仕事で通ってきてる人とかも多いのでヒ間マの人口なんかめちゃくちゃ多いわけですよじゃあ例えばそれが ね、地方とかに比べて100倍とか、えー、のねなんかこう感染率があるとかって言われてもそれってごく,ごく一部の人口密集地で人がいっぱいいる場所とかに限られたりとかすると思うので僕はねちょっとそんなに気にする必要あるかっていうのとあとはね地方のねコロナ感染者数って僕ちょっと怪しいと思ってて。 ほら東京とかだったらちょっと熱が出たりとかして引っかかったりとかしたらさみんなすぐ病院とか行くじゃないですかでも地方とかだとやっぱり場所によってはもうコロナになったらもう犯罪者みたいな扱いをされちゃうところとかもあるわけですよそうすると多分多少体調悪くても言わないじゃんで言わないから表に出なくてカウントされてない量って結構あると思うんで僕が思うにはあの数って本当に愚直に信用していいもんなのかなっていつも思うんですけどはい普通はかかりませんよよよっぽど人が多い場所に行くとかしない限りはうん まあ,あとほら安全ですか今東京ある意味一番安全なんじゃないですかだってほらオリンピックやってるぐらいだからうんいやコロナに感染したからなんかアウトみたいなの何なんですかねだからほんと田舎ってやっぱ頭ある人多いんだろうなと思っちゃったうんだってコロナに感染するかどうかって風邪になるかどうかと同じじゃないですか病気になった人を罰する国になったらもうそれこそなんかナチスですかみたいな話になっちゃうからうん そうそうそう,そういやほんとね大体ほらあれ暇な人多いんですよ田舎ってるかから犯人探しとか好きなんですよそういう人がいる田舎はちょっと嫌だと思うんで俺僕も田舎暮らしって憧れるんですけど僕田舎暮らしするんだったらそれこそなんかこうね軽井沢みたいな廃祖彩というような感じのところかもう本当に山ごと買っちゃってもう山の中にポンって1個家があって誰もその入ってこないみたいなだから自分の敷地の山の中裸で歩き回っても誰も文句言われないぐらいな感じにします僕だったら。 田舎行ってまで人と交流したいと思わねえもんな <laughs> 20億ぐらいあればできるんじゃないですか、うん、あのお家にだって、ね、10億ちょいぐらいかけて山なんか別に大してお金かかるじゃないですかあと維持費とかそこら辺考えたら20億ぐらいあったらそれぐらいの遊びできるんだろうね、うん、やろうかな <laughs>、えー、では続いて大学2年生ですサークルに入って間も,もなく、えー、っこれ今読みましたごめんなさい はいえー、先ほど注意力欠乏症と教えていただいたものです。仕事中に無意識に頭の中で音楽を流してしまったり小さいミックサーが多いんですがこれはもう注意力集中力が低下しているのは影響でしょうかはい、その通りです。えー、また料理やお風呂など何かするためにスマホを持っていって機械動画を流す癖があるんですがやめるべきですかはい、やめるべきです。ながら作業って、ね、マルチタスクって呼ばれますけどこれ、ね、実は、ね、人間の注意力とか集中力とかを下げるのにです、ね、今一番貢献しているというふうに言われている作業なんですね。どれぐらい広いかっていうと、まあ、脳の,あのいわゆる能力っていう,のがもう激烈に下がったりとかしますし仕事における ミスなんか倍増したりとか商談にかかる時間なんかもですねめちゃくちゃ増えるっていうふうに言われてるのでマリスタスっていいこと何もないのであのやってるんだったら即刻やめるべきだと思いますながら聞きとかながら作業っていうのははいピコタ大活躍じゃん今日ね一緒に放送しようよ今度からうわっペシ何,何気になる指は気になるはい <laughs> お前ちょっとピコタの向きでね はい、では続いて、えー、工業高校の生徒です。IT に興味を持ちました、えー。進路は専門学校に進学か就職してオンラインスクールに通うかと思ってます。どちらの方がいいですかということなんですが、えー、っと、専門学校内容によるけどはっきり言って。 で、it の専門学校でいいとこってあんまないと思いますよ。it ってプログラマーとか色い々ろいろあるけど、うちの弟もそうだけど、専門学校なんか行ってないからね。あとは。周りの人でも専門学校に通っていたから、あのいいプログラマーとかエンジニアになれたって人ってあんまり見たことがないのでだから。 専門学校に行くのあんまり意味ないかもしれないですね。だそのまま就職できるんだったら、就職してから勉強するみたいなの方が僕はいいんじゃないかなと思いますけど、やっぱり稼げるし、うん、やっぱ一定の、ね、お金を自力で稼ぐっていう経験で超大事で、やっぱり社会に出てお金を稼ぐってことをやってから勉強すると、やっぱり本当に役に立つことを勉強できるんですじゃないと、どう勉強したらいいのか分かんなくなっちゃうんで、そういう点でもいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。あれ、ピッコさんどこ行ったのいつの間にか。いなくなっちゃったじゃん、ピッコさん。はい。 よいしょじゃあ選手交代ミコさんダメだ <laughs> ダメだなこれはどうしようこれむずいなそうかやっぱりこの高さが大事だったんだなよいしょ <laughs> これ一緒に放送するのむずいね。 様ってみんな言ってるよぬこ様、ぬこ様、ぬこ様もうちょっと質問に答えないとね俺ね、あれそっちでなんか伸びてる子がいるなみ,みこさんが伸びてますね向こうではい えー、じゃあ答えます。えー、まあなんでえっ、ー、とあれですね専門学校はおすすめしませんけどね IT 系はね別に有利にはならないと思いますよ言ってもいいけど、えー、20歳大学生です、えー、10歳、えー、年上の彼氏と2か月前から、えー、お付き合いしてます。 デートの費用のすべて彼氏が支払っており、相手が社会人とはう申し上げますと感じます。できる範囲の家事などはしてますが、えー、他に何か彼氏のためにしてあげられることはあるんでしょうか。プレゼントの下手な、えー、彼女はさめられると、第五、でデイラボの方で、うわったんですが、えー。欲しいものを直接聞いてしまった方がいいんでしょうかってことなんですが、お答えします。えー、まず、えー、彼氏のために何かしてあげることがあるかあって話なんですが。うんとね、一番ね、あの、してあげられることは何かっていうと、注意を彼氏の方に向けてあげることですね。まあ、一緒にいるときは、まあ、なるべく、その彼氏のほに注意を向けてあげるとか。まあ、あとはね、まあ、それこそなんかね、セックスとかじゃないけれども。 そういういねだ男女間のね、えー、楽しいですねあの経験っていろいろあると思うんですけどもうそういうのは全力でなんか答えてあげるとか、まあ、そういうことをやる当たり前のことはいいと思うんですけどそういうことやるのがいいんじゃないかなと思いますはいまあそもそも10歳上で30でしょ、まあ、だからデートの費用とか全部出してくれるのは普通だし別にねおかしいことはないと思うしうん僕はなんか男とか金を出した方が僕はいいと思いますけど男もやっぱ成長できるしやっぱりさほら 自分が惚れた女に贅沢させてあげたいっていうのが男のモチベーションになると僕は思うのでだからねそこら辺は全く申し訳なすは感じなくていいと思いますけどね、うん、かあれじゃないですか。 僕だったらあのデートの費用とかお金とか全部払っても別にそれ気にならなくて逆に時々なんかそういう時になんかこうねちょっとこう際どいコスプレとか着てくれるとかいう彼女の方が僕はなんか絶対こうグッとくるのでうんなんかそういうとこでサービスしてあげたらいいんじゃないですかはいであとプレゼントなんですけどえっとね聞いちゃった方がいいです確かにうん何が欲しいって聞いた方がよくてで聞いてもあんま出てこない場合に関しては良さげなものを選んでもらうといいんじゃないかな例えば欲しいものなんかあるって言われてもうんそんなないけどまあ服とかはねなんかねそろそろ買おうかなと思ってるんだよねぐらいなざっくりした時には まあそのね自分がいいなと思う服を選んであげるっていうのはいいと思いますけどねあほ、まあ、本当に惚れてたらあの男ってね結構あの単純で自分の好きな人からもらった、えー、プレゼントって結構そのねあの喜んだりするの可能性が高いのでただプレゼント選びがあまりにも下手、うん、だからもうあ,あのなんか自分が全然別になんか服とか別に欲しくないんだけどみたいな人にブランド物の服とかあげても意味がないのでそういう意味で言うとあの欲しいものは聞くのがまあいいとは思いますけどねはい一応研究でもあのね。 彼氏じゃなくても欲しいものは聞いた方がいいってい風に言われてますんで、はい。お金持ちの男らしい男が言う言葉だ。あ。そう思っちゃう人いるんですよね。あ、だからね、儲からないんですよ。あの、僕ね、だってお金がめちゃくちゃなかった。大学生の頃とかでも、女の子に払わせなかったもんね。やっぱり。いや、嫌だったもん。うん。はい。 お金ががない時もさすに、ね、てか普通にあれですよ僕からしてもらえばだってさデートに行くわけじゃん女の子口説きたくてデートに行くわけじゃん口説きたくて行ってるのに中途半端に割り勘とかにしちゃって口説けなかったら半額出すのすすのら馬鹿らしくないですかだってご飯に行きましたじゃあ2人で1万円でしたえー、ねじゃあ5,000円ずつねとかじゃあ俺ちょっと多めに出すよ6,000円で4,000円ねとか7,000円で3,000円ねってやってそれでじゃあ例えば言い方悪いけど仲良くなれませんでした口説けませんでした まあねセックスが好きだったらホテル行けませんでしたってなったらそっちの方がそのさマイナスじゃないてかもっと言うとだったらどうせその深い関係に発展できないんだったらそのデートに行かないでデートの時間分バイトしといたらもっと稼げるわけじゃないですかだったらその使ってる時間とかも考えたら中途半端な投資って一番損じゃないですかお金払うだけでだから僕はいつもそうなんですよ仕事をする場合には今でもそうなんだけど中途半端にケチって損をするのやつが一番もったいないんですよ一番大事なのは 確実に手に手入れること十分確実に自分が欲しいものを手に入れることが大事であってそのためのどうしよう惜しまないべきで逆に手に入るかどうかわからないあるいは中途半端にケチるぐらいだったら1円も出せない方が得です。はい えー、自分はすでに保護猫に1匹かかっています、えーと。近隣で2匹の子猫が、えー、6月頃に親泣く猫と剥がれてしまいました。素人1人で保護をらえましたが、自分1人の力で2匹の今後を見る自信がなく諦めました。ボランティアでしか動物の殺処分を減らせないでしょうか。えー、無力ない自分にそろそろ影響させます、えー。人間が野良猫を野良犬を生み出しているのに、自分の猫さえー、良ければいいとは思いませんということで、そうですね。まあ、それをやってるのが、えっ、ー、と、東京キャットガーディアンっていう、えー、ところで、足りないのは愛情じゃなくてシステムですよ、みたいな、えーえー、ことをですね、言ってるので、もうこういうところの、ね 活動に協力したりとか、はい、あの寄付とかやってあげたらいいんじゃないですかはい 今言ってましたけど、はい、僕もそう思いますよてか僕の場合はね、互いに税金払ってるのに、僕の払ったな税金の一部でも猫とかを殺すためにです、ね、使われてるというのが、非常になんか、あの、下セぬって感じですね。だから僕の税金はぜひですね、あの猫を殺処分するためではなくて、えー、とコロナ禍で結局、誰も責任を取ることができず、ナーナーにしてオリンピック終わった後の経済的なマイナスを全部国民に押しつけようとしてる頭の悪い政治家を殺処分するためにぜひ使っていただきいてです、僕の税金は。はい えー、ヨナさんからいただきました。ピコ様、ミコ様、ヌコ様のおやつ代にしてください。ありがとうございます。おやつにさせていただきます。えー、高校生です。先日の、えー、IH 予選の団体戦で自分が負けたせいで、えー、負けてしまい、えー、先輩たちの目標を壊してしまいました。先輩たちは気にしなくていいと言ってくれました。すごく気にしてしまい、1ヶ月以上まとめになれません。しかも、えー、新チームにキャプテンを任せて責任感や財務会も出されそうです。対処法なれば教えてくださいということなんですが、結論から言います。はい。あのー、こういう考えができている人はいいチームになりますよ。なんでかというと、負けを知らない人とか、えー、人間のネガティブな とところか、えー、マイナスな,部分を知らない人間がリーダーダぜかっていうと負けを知らない人間って失敗を知らない人間って他人の失敗が許せないんですよで失敗したことをあの直させるチャンスすら与えてくれないんですよでこういう人って会社とか、えー、企業とかにいたら超パワハラ超絶パワハラ上司になるわけじゃないですかだから大事なのは何かっていうと他人の失敗とかを分かる人間が上に立つっていうのが超大事なんですよだから、まあ、先輩たちの目標を潰してしまったと思うんだったら次後輩たちをあの,その失敗とかを 悔しさとか辛さととかか辛できない自分がサポートして後輩を、あのーねあのー、全国大会では連れてってあげてで自分はこういうです、ね、温かい先輩たちのおかげで失敗を乗り越えてみんなと一緒に上に上がれたんだって言ってあげたらそれは先輩たちがそれが一番の名誉になると思うのでいい後輩を育てたってすごい名誉のことなんですよ。社会に出た時にも自分の成果を語るよりも自分が教えたとか自分が何かをしてあげた人が成功したことをです、ね、喜ぶ人というかあの自信に持つ人 の方がはるるかに人格者ししそういう人が成功すすんですね自分の周りの人を成功させる能力がある人のことを経営者っていうふうに言うので、はい、ねえのゴさん首痛くなってくれないこの体勢なはいだからそれはあのー、あれじゃないですか後輩たちに還元してあげれば全く問題ないと思いますよいい先輩ですねでも えー、ディーラバカイン30歳男性です。えー、大章こんばんは。えー、僕は全く運動しない生活を送っていましたが、お金さめで筋トレを習慣がすることができ、えー、自分に自信がついてきました。その影響か、もともと強かった性欲は日に日に強くなってしまい、えー、最近では好みの女性を見かけただけでエクスカリバーが大きくなってしまいます。性欲の上手な処理の仕方を教えていただけますのでしょうかしょうもない質問ですみません。えー、ちなみに彼女はいませんということなんですが、彼女を作ってください。はい。えー、それが一番早いと思います。はい。えー、では続いて <laughs>。いやいやいや <laughs> あ。ごめんね。彼女を作るとか、 別にあれれじじゃゃなないいいででですすかあのエロ動画でも見て自分ばんそのんだろうテクノブレイクとか言って入りましたけどあのなんかそのオナキンのメリットって別に科学的にはあの分かってないというか科学的にメリットがあるっていう証拠はないのでオナキンってだから別にしてもいいし、うん、普通にまあ彼女作るのは一番いいんじゃないかなと思いますけども、この、うん、性欲をね性欲ってすごいですからねあの異性を求めるためパートナーを求めるために進化したですねの欲求なのでだからその性欲が強かったらその部分の見つけられるモチベーションって高いんじゃないですかはい。 えでは続いて、えー、連絡を取ってる女の子に自分のことを好きなのかを聞くと好きな答えるんですが態度を見てると本当に好きなのかと疑問に思うことが多々あります。夜のお店をしていてたまに飲みにも行くのですが体の関係を持って ていて自分の顔も好むみ,みたいなのでお客さんとして見られてるとは思いませんアドバイスを頑張っていただきたいですラインが毎日にってこない時もありますはいえー、お答えしますまず夜のお店で出会った女の子が自分のことを好きになってくれるという思いをまずやめましょうはいなんでかっていうとまあ、体の関係を持っているっていうのは結構レアなパターンかもしれないんですけども普通に お客さんじゃなかったらお客さんじゃない形で会えますよ。本当に好きだったら。お店で会いたいって思わないでしょだってお店に行ったら自分が他の汚いおっさんとかも、あのー、ね、えっ、ー、と、接客してるところ見られるわけじゃないですか。自分がさ、あの、じゃあ女の子だと考えて、あるいはね、これ見てる女性の皆さんに聞きたいんですけど、自分がさ、 プロとしてしょうがなくもう会話もしたくないような口の臭いおっさんとかをあのうっせーわんに出てくるようなもうくせい口ふさぎやってもう限界ですっていう風に言いたくなるような感じの人を接客しているところを自分の好きな人に見られたいですか絶対見られたくないじゃないですかそんなものをおおお、えー、今いいサービスショートでしたねはいだから普通にお店で会っている時点であの脈なしだと思ってもらうのがいいと思いますはい普通は見せたくないはずです自分がどう見られるのか、えー、っていうことをですね誰よりも気にするのがやっぱ女性なんでうん よい,しょそれいやお店の人に本気になるのってすごいですよねで逆に言うとお店の人ってそれぐらい高度なテクニックを使ってるってことなんですよ普通にこれでよかったんだよねあこれあれかなおかえりと思ったらどっか行っちゃうピコタン尻尾だけ出てますね お金のために頑張ってる。もうん、当たり前でしょうね。だって、お金のためじゃなかった自分の好きな人がさ、お店でお金払うの見てたら嫌じゃないですかだって自分が本当に好きで会いたいんだったら、お金発生しないところで会うじゃないですか。相手のことを考えたら、普通に考えたらさ。でもそれを言わないし、お金が払われる状態でしか会ってくれないって、まあ、そういうことですよね。っていう。やっぱり学研だった。あ、そう、これ学研なんですよ。学研さんから送られてきた。 ああのー、本に入ってたあの紙をですね入れたらすごい喜ぶこの子たち紙がすごい好きなんで、はい、ちなみにこの紙が包まれていた本が僕の新刊のこういう本ですはいくん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  <laughs> よいしょどうしようかねそろそろ終わりにしようかな ピコのしっぽがあるみこさんみこさん映ってないですね今日ねはい寝てます爆睡ですちょっちょっあっ何もやってないよ何もしてないよ何もしてないよ <laughs> バレてるな <laughs> バレてるな。 はい。じゃあ、あと2つの質問で終わりにします。師匠、お疲れ様です。えー、おすすめの本のインサイトと、えー、ストレス解消法を見ていて、内戦についての矛盾というか、はい、ややんするのかなとの記述がありました。ストレスとセレオコンパッションについての範囲が被った形になるんでしょうかどう受け止めたものかなと思いました。インサイトに関しては、え、第4章のは自分からと今です。え、ストレス解消についてはなぜ法でしたえー、他、インスタントビッグ5の制度を上げたいんですが、おすすめの本はありますかということなんですが、インスタントビッグ5はね、うん、おすすめの本とかはないかなひたすらやるしかないんで、やって答え出せるしかないと思うんで、それやった方がいいと思います。で、えっ、ー、と、 科学の本とかの概念に関しては矛盾が起きることが普通ですで、矛盾が起きた場合はどっちがいいかってことを自分なりに考えて選択するのがいいと思います試してみるとかねあの A っていうものに対して えこれはねあのなんか、えー、体にいいですよって言ってる文献があったら A、えー、っていうものが体に悪いですよって言ってる文献も全然見つけられるんですよ当たり前なんですけれどもだから科学ってその両面からせめぎ合ってでお互いをこうディスり合うというか議論しまくった結果あのどっちがいいのかってことが判明するから科学なわけであってだからそのえっ、ー、とね反証合理性っていうんですけどその 周りから反対されてとか反証されてその結果として正しいことが分かるっていうのが科学の基本的な概念なんでだから例えば僕が何か1個の論文出してこうですよってこと言った時によく専門家の人で「いや大悟言ってるの間違ってるなぜかっていうとこういう論文があるからだ」って言ってくる人時々いるんですけど「いやそれあるだろうよ」って話でうん。 僕別に科学の議論をしてるんじゃなくて YouTube このエンターテインメントしてね動画として科学って面白いねこんなこうやり方があるからよかったらみんな試してみてねでも合わない人もいるだろうから合わない人はやめた方がいいよみたいな自分で頭で考えてやってねっていうスタンスでやってるのでなんか科学関係の人とかにとやかく言われる筋合いはないんですよねあの喋ってる内容が違うのででもやっぱそういうあのね僕は白社にはあの権威を持ってますけど時々から自称医者みたいな人がさ言ってくるんですよそういうの、うん、そういうのってかね頭悪いなって思うっていうねうん えーでは続いて、えー、こんばんは、21歳、えっ、ー、と、男性です。会ああうことが少なく、ラインを滅多にしない25歳の同僚を好きになりました。二人でデートに行き、えー、次の予定は立ったんですが、好きな同僚に彼氏ができたため、二人で遊べなくなりました。えー、その後、えー、別の人を交えて飲みに行ったんですが、好きな同僚が私の目の前の席に移動してきたり、私の膝の上で寝るのをしていました。私は好きな同僚から集まれてるんでしょうか私はまだ好きなんですが、手を引いた方がいいのでしょうかということですね。なるほど。これはあれですね、あの、結構悪い女ですね。うん。 彼氏ができて遊べなくなったんだけどあの、自分がやっぱり好かれると有利な立場になるって分かってるから、結構こう男性にくっついたりとかする女性っていますけれども、付き合ってるのとは別で、付き合ってない男にもくっつけるってタイプの人いますけれども、まあこれはまあ、ある意味、小悪魔系の女子だと思うので、あんまり間に置けない方がいいですね。だってもし本当に自分に気があるんだったら、付き合ってるじゃないですか、自分と。 うん、だからそこで淡い期待を持たせないっていうのが大事だと思いますね。あの男ってねバカなんで淡い期待でコントロールできるんですよ。でなんでかっていうと男は女性と違って最後まで自分の子供かどうかって子供ができてもわからないし男性ってさ言い方悪いけど他の男のあのー、女というか他のパートナーがいる女性との間にも子供が作れるんですよ。だからあの女性の場合ってそれってあんまないじゃないですか自分のパートナー以外の、えー、男と子供を作ると自分のパートナーと子供を作れなくなっちゃうから女性はあんまり そういうタイプの浮気はしないし勘違いはしないんだけれども男の場合ってワンチャン別に自分が動けなくなるわけじゃないから他の自分のパートナー以外の、えー、人との間に子供を作るのも OK なんですよ生物学的に考えたらでその感覚を上手に操ってるのがこういうタイプの女性ですねワンチャンありっぽいシグナルを出しておくと実際はなしなんだけれどもありっぽいシグナルを出しておくと男が転がせるってことを分かってるからやってると思うので、えー、あんまり期待しない方がいいと思いますね キープっていうよりかは癖だと思います。そういうことやることによって周りにチヤホヤされるって分かってるから。はい。ある意味マインドコントロールですよね。はい。 じゃあ最後の質問です。えー、お疲れ様です。えー、27歳社会人2年目の財力を生かすエンジニアです。えー、残業ってどの、えー、会社もあるようなものなんでしょうか残業が月40あって嫌です。月20以下の仕事をしたいんですが、え、キャリアを生かして転職し、副業していきたいです。何かいい業界ないでしょうかとなんですが、業界のことを聞かれても困るかもしれない。僕は一応投資とかはするので、そういう投資家目線での業界はある程度分かったとしても、働く側の業界って僕あんまり知らないんですよね。僕ほら知らないことは知らないっていうふうに言っちゃうタイプなんで、 でただ、えーと、残業が少ない業界って、あの、これ、業界っていうよりかは、どちらかっていうと、あのー、なんだろう、会社の方針によるかなというふうに思います。まあ、コンプライアンスの問題だったりだとか、あと残業に対してどういう考え方を持ってるのかとか、あと経営者の考え方によって違いますね。ほら、世の中にはさ、コロナウイルスを打つのが禁止みたいなことを言っちゃ、あほな、あのね、どこの会社だか忘れちゃったけど、あほななんか経営者とかもいるみたいじゃないですか。で、あれも完全にやばいけど、なんかそういうね、 なんだろう問題とかもあるので結構経営者の考え方によって会社って変わってしまうので同じ業界の中でも全然残業を減らすところもあると思いますよではっきり言うと残業をしていい会社って無能な会社が多いと思うんですよねうんやっぱ当たり前なんだけど要するに人間ってその終わりがあるから頑張るわけなんですよタイリミリットがあるから頑張れるわけでだから皆さんもそうですよねだってほら あと何時間しかないとか、飛行機が出るまで、え、あと、え、2時間しかないってなったら、すごい焦って準備とかできるじゃないですか。やばい遅れるからと。でも、飛行機が出るまであと2週間ありましたよだったら、焦って準備する人ほぼいないじゃないですか。どうせ準備するんだったらしといてもいいのになかなか手がつかないでしょっていうふうに人間ってリミットがあるから、リミット直前で、あの、デッドライン効果って言うんですけど、頑張れるんですよ。でね、じゃあ残業オッケーするとどうなるかっていうと、デッドライン効果がミスミスなくなるわけです。なんでかっていうと、いや残業すればいいやってなっちゃって、残業もリミットがあるわけじゃないじゃないですか。だから集中力発展できないんで、 残業ってむししろあの集中力を落としちゃうんですよでそれを許してるってよほど経営者が頭悪いかあねえなんだろう,うん <laughs> まあ頭悪いか頭悪いか頭悪いかだと思うんですけどはいワクチン打つ打たないは個人の自由あ んーこれもね、ちょっと一個だけ言わせてもらっていいですかね。ワクチン打つ打たないが個人の自由っていうのは、ちょっと怪しいかもしれない。なぜかっていうと、日本って基本的には、まあ、特に法治国家なんで、個人の自由が優先はされるんですよ。個人的な自由っての優先されるんだけど、でも、公共の福祉に反しない限りは個人の自由が、あのー、ね、認められるわけであって、それが公共の福祉に対してマイナスになる。みんなにとってマイナスになりますよってなった瞬間に、 その個人の権利って剥奪されるはずなんですよ。あのー、本来はね。また法律のこと言うとめんどくさいんで。うん。まあでも確かにこれは、まあ、憲法上の理由とかもあると思うんですけど、僕、まあ、別に専門家じゃないので、そんなのあった気がするんですけど、それはその通りだと思いますね。うん、正直言って。もう個人の自由の問題じゃないから、 だから逆に、あの、ワクチン打たなくてもいいんだけど、打たないことによって不利益を被ることも考えておく必要があると思います。例えば、ワクチンをえ打った人は飲食店に行ってお酒飲めるけど、ワクチン打たない人は、じゃあ飲食店に行けないしお酒を飲みませんって言われても、ワクチン打たない人はそれを自分で選んでるわけだから、したらまあ、その害は受けないといけないんじゃないのって僕思っちゃいますけどね。うん。 それは別に打,て打たなくちゃいけないって言ってるわけじゃないんだけど打たないっていう選択をしたからにはそれによって受ける不利益とかも自分で被るべきなんですよ。でワクチン打つって選んだ人はワクチンって副作用が、ね、あるんじゃねえか不って反応とか、ね、出ちゃう人がいると思うんですけどそれも別に甘んじて受ける必要があるわけど自分で選んだんだからだからなんかほら言い方悪いけど責任を取るさちゃんと取る政治家が非常に今少ないじゃないですか。と同時に 責任を取る個人も少ないなって思いました。はっきり言って。だってほら、働く働かないもそうじゃないですか。一生懸命働いて、ね、あのー、ね、えー、っと、お金を儲けて、贅沢な形をしてる人を叩くくせに、自分はあんまり一生懸命働けませんみたいな。で、それってだって自分が働かないって決めてるわけだから、あね、貧乏な生活も甘んじて受けなくちゃいけないし、そんなん個人の自由なわけじゃないですか。か僕はそこはどうなんだろうなと思うんですけどね。まあ、累進課税も僕ちょっとな変な、変な、変な制度だなって思ったりしますけど。 全部自己責任だと思うのですよ、そこはね。そう儲うかった人がたくさん税金を払わなくちゃいけない理由って何なんだろうっていつも思うんですね。合法律って不思議ですよね。合理的な理由がないものが結構多いと思うんですよ。合理的な理由というか、えー、となんだろう、明確な理由があるものが少なくて、例えば法律的には、なんだろう,う、 あの前ほら僕もほら話題になったというかあのね岡野先生と話題になったあのかあの教えてもらったその18歳以下に18歳以上が手を出すとアウトになるのそれとも OK なのみたいな話になりましたけどあれも僕はだから法律的に OK ですよって言ったから僕は間違ったんですけどあの逆にねこう言ってたら間違ってなかったはずなんですよなんで18なんですかっていう例えば別にさ未成年とかさ成年のさえと大人のさ基準ってさ別に二十歳でもいいわけじゃないですか19歳でもいいじゃないですか海外にいた二21歳でもいいわけじゃないですか18でもいいし17歳でもいいじゃないですか。 なんんででに法律手線引いいててるんですかっていう多分これに関しては明確な返答ってないと思うんですよ。いやなんとなく慣例でみたいなそれがどうなのって思っちゃうんですよね。なななんとなく慣例で引いていいいてのみたいな、うん、だからその僕はそのもともと僕はそ,のそ,そんなになんかこう法律にあのひろゆきさんがさ「大悟さんでも法律の勉強する気ないでしょ」ってちゃんと勉強したらなんかね,あのね弁護士さんもねあのやり合えるかもしれないけど勉強する気ないでしょって言われたのはまさにそこなんですよ曖昧すぎて。 うん人が勝手に決めたもんであって確かにみんなが守るべきもんなんだろうけれどもでも根拠がなさすぎてだから僕なんか文系科目って興味ないんですよねあの根拠がなくてうんそれって個人の感想ですよねになっちゃうのでどこまで行ってもね 昔からの監修が証明になるると思ってる人はすすごいですねそしたらあれですよねあのおじいちゃんたちの意見が採用されるのであの自分たちが不利な状態で日本にあの住むことをいとわないってことですよねだって慣習なんだからうん僕だからあんまりその根拠がないもの多いなとかとうもう今必要ない法律,法律とかもあるじゃないですかスパチャ5万の人読まれなかったのかな読めましたよ読みました読みましたはい 長期アクティブファンドで利回り5から7パーある商品ってありえると思いますか知り合いのフィナンシャルプランナーからこんなのよとしといた方が良くないって言われました。強制されたわけではありません。メリットデメリットを辛口しお願いしますってことなんですが。んまあ自己責任じゃないですかあのうーんーなくはないと思うけどその。 大元をちゃんとチェックしないと危ないかなと思います、僕は。うん。投資ってやっぱり、なんだろう。結局自分の頭で考えないやつは失敗するんですよ。だから僕もだからなんか投資のえ話とかしたりとか、そういう知識の話とかすると、なんか結構自称投資家みたいな感じのなんか人から、なんか大の投資の方が間違ってるみたいなことを言ってた人がいたらしいんですよ。僕直接みたいに知らないんだけど。でもね、僕なんかそれ、なんかそういうの気にならないのって言われた時に、僕がそのね、言われたことに対して、実はその友達金、ね、教えてくれたんだけど、返したのが、 いやとりあえずさ、その誰がどこの誰が言ってるかわかんないけど、どうせなんかヨガから YouTuber とかさ、Twitter とかでしょっつって、まあ、そいつらとりあえずあれだよねって、俺より稼いでから物言ってほしいよねっていうふうに言ったらそいつ笑ってたんですけど、<laughs> まあそうだよねっつって、そう。だからね、なんかあの、やり方が間違ってるどうかってないんですよね、投資ってね。結果論なんだ結局。儲かったらやっぱり投資って勝ちなんで、でどんなに正しいやり方をしても儲からなかったら投資はダメなんで。そうそうそう。だからまあ数字出してからね、 あのー、僕より筋出してる人に言われたらね「あですよね」って「僕間違ってますね」とか僕よくほら一緒にやってるのは房さんとか,なんかあの前あのね一二投資のね方とコラボとかさせてもらったんですけどそういうのそういう本当のプロに言われたらその人の方が合ってるんだろうなって思うし僕より資産運用が公金で分かるんだけどなんかそこら辺の YouTuber とか Twitter とかにね投資のこと言われてもね、うん、まあ多分俺の方が、うん、あねあが投資運用額も大きいし稼いでるからちょっとあの僕より稼いでから言ってもらっていいですかわらみたいな話しかないですよね <laughs> はい。 だから、あの、自分が損を、あの、飲み込めるんだったらいいと思います。あと自分の知らないものは良くないですよ。例えば、今長期アクティブファンドに毎ー,ー5%から7%の商品ってあり得ると思いますかって、知り合いのフィナンシャルプランナーからこんな話をやろうと来ましたって言われたら、例えば、自分が、そういう長期のアクティブファンドがあり得るってことを判別する知識がないんだったらやめた方がいいです。はい。で、逆に、 判別値が何か調べてみようと思って調べて、あ、色ろいあるなぁと、いろんな人がやってるなーって分かってやるのは全然ありだと思うけど、調べてやらないのは良くないです。で、これ聞かれるといつも困るんですけど、僕が投資とかをするときとか、これファンドとかもそうですけど、来る話と、皆さんが一般的に小額で投資するのは利回りが全然違います。なんでかっていうと、例えば10億とか預けるんですよ。例えば、あの、プライベートバンクとか、もう億単位で預けるんですよ。そしたら、確かに利回りは高くなります。当たり前なんだけど、そう、そういう専門のやつがあるのでね。そう。 でもじゃあ、それがあるからといって、うん、あると思いますよって僕はこれ言うと、またこれ騒ぎになるんですよ。だいぶ全然わかってねーみたいな。そんなファンであるわけねって。いや、あるんだもんだって,って。みんなは知らないかもしんないけど、みんなあるんですよ。そういうのが実際にね。そう。ちゃんと真面目な、あの、世界レベルの銀行とかがやってるようなやつが、であるんですよ。そういうのとかがね。富裕層向けのやつがね。で、それを基本にじゃあ語っていいのかってなると思うんで、自分で判断できないことに手を出さないっていうのが、えー、あるいは判断できるようになるまで勉強してからしか手を出さないっていうのが、まあ、投資の一番の鉄則だと思いますよ。はい。 富裕層向けの都市って感じ悪いですけどあるんですよねやっぱ、まあ、当たり前ですよねだってさまとめてパコンって預けてくれるんだからいろいろやってくれるよねはいあとプライベートバンクってどちらかというとそれよりも付随するサービスの方があの有効だったりとかしますからねプライベートバンカーとかつくといろいろやってくれるんですよ困った時はチケット取ってくれたりとか,なんか、うん、ホテル取ってくれたりとかいろいろやってくれて予約を取らないレストラン紹介してくれたりとかだからなんかねなんだろうなんかその お金を預けて運用してもらう以上のことのサービスもやってくれたりとかするので、まあ、そういうのも含めてきっと富裕層に人気なんでしょうねうんそうアメックスのブラックカードとかすごいですからねあれ専用の 専属のコンシェルジュがついてくれて、メール1本で予定とかホテルも全部やってくれるんですよ。そうでこれやってくれるのはアメックスのブラックのコンシェルジュだけらしいですね。 だからどういうことかっていうと、例えばじゃあ、えっ、ー、と、ヨーロッパにしご、えー、旅行に行きます、1ヶ月行きますっていうふうになった時にで、ヨーロッパに1ヶ月旅行に行くので、そのチケットの手配と、あとはいい感じのホテルを、えーね、手配してくださいと。であと、なるべく、えー、多くのミシュランの星付きのレストランに行きたいと思ってるんで、ミシュランの星付きのレストランをなるべく効率よく回れるような予定を組んでもらって、で、えーと、交通の手配とホテルの手配もやってくださいっていうことをメールで1通送ると全部やってくれるんですよ。 ブラックカードのコンシェルジュってアメックスはねでもそれ以外の会社のブラックカードのコンシェルジュはそこまでやってくれないんですよっていう違いがありますはいでこ,のここまでやってくれるのはアメックスのブラックだけだった気がしますプラチナは確かやってくれなかったような気がするんですけどであとよくブラックカードとかが なんか限度額が無限大で、ミサイルとか戦車も買えますみたいな風に言う人いますけど、あれね、あの、上限はね、無限なんですよ。ただ、個人個人は上限があります。例えば、じゃあ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、僕が持ってるブラックカードが、じゃあ、上限が、じゃあ、例えばじゃあ仮に1億円だったとしましょう。月ね。じゃあ月1億円まで使います。じゃあ他の人のブラックカードも1億円かっていうと、そうじゃないんですよ。無限じゃないんですよ。 個人個人で違うだけ。皆さんが普通にあの契約するあのクレジットカードってブランドによって上限が決まってるんですよ。このカードはどんなお客さんでも月200万までしか上げれませんよみたいなのがあるんですよ。それがブラックカードの場合は青天井なんだけど、その代わり、えー、と上限額っていうのが、えー、個人個人で決まってるわけなんですね。はい。ただ、正直1億とかの買い物は 1>, 1億とか数千万レベルの買い物を一発でやろうとするとさすがに無理でしたねはいあの何だろう4,000万とか5,000万とかの買い物を一発でやろうとすると先に電話で連絡して承認取ったりとかあとはものによってはあの振り込みとかを先にアメックス側というかそのクレジットカード会社側に振り込みとかをしないとあの買えませんっていうのもあったえー気がしますはいだからその人によって全然条件が違うって感じですね はい、僕ねワイン買おうとした時にねなったことありますね、うん、なんかあれいくらぐらい使ったんだっけあのワイン買おうと思ってあのワイン屋さんに行ってパッパッパって買ったら3,000万ぐらいかななんかになっちゃってあの結構たくさん買ったんでそしたらその切ろうとしたらなんか普段そんなに、ね、僕使わないんで一発で3,000万が切れなくてやっぱ電話して確認してあ「今から買いますんで」って言って通したら使えたんでそうだからその何て言うんですかねあの意外と。 ちゃんといやいやいや <laughs> 僕 <laughs> ほとんど使わないからね本当にあのここってところにしか使わないんでワインで三0 0あワインはでも多分結構使ってますよ結構使ってますよ多分。 夏とかかワインってなんかねでも使,うとうからでも使いますからでも最近はでもそんなでもないですあの若いワインが好きになったな最近あんま古いワインあんま飲まないんで、うん、何本も買うとなりますよそこまでしてワインにお金を使う理由あ あのね、ワインにね、お金を使うなってから友達がめちゃくちゃ増えたんですよ。人間関係が僕充実して、高いワイン飲んでる俺かっこいいとかってのは全然ないんです。だ僕だからコレクションのためにワインも持ってなくて、ほとんど飲んじゃうんですよ。だからその2000万とかかけて、そんな買ったワインとかありますけど、ほとんど飲んじゃいます。1年以内に多分飲んじゃいます。はい。 でなんでそうするかっていうとワインってね1人だと開けられないんですよやっぱ量が結構あるから2本ぐらいだったら超頑張ったら飲めるけど3本以上は1人じゃどう頑張っても飲めないんですよだいたい1人1本ぐらいがちょうどいい量っていうふうに言われますけどねまあてか、まあ、僕はそう思ってるんですけど例えばじゃあ5種類のワインを飲み比べたかったら5人集まんないといけないんですよわかります ?10 種類のワイン飲みないんだったら10人あ10人は行き過ぎじゃないワイン1本でだいたい美味しく飲める人数って5人から6人ぐらい多くても7人ぐらいなんで え、六、七人ぐらい、五、六人ぐらいの会をやって、そこでみんなでワインを持ち寄って飲んだりするんですよ。そうすると、やっぱり、 ワインって必ず人間関係が付随するんですよ。で、いつも言ってるように、あの人間の幸せを決めるのは人間関係です。ハーワード大学の、えー、70年近く人間の人生を追いかけるって研究とかでも、人間の人生を左右するのは、やっぱりっあの健康でもいろんなもの左右するんだけど、やっぱりもう一個だけ選べて言われたら人間関係がぶっちぎりで,です、ね、いいですよと。で、僕なんかほら人と会う必要がないので、だからワイン会とかぐらいしかないんですよ。僕人と会う機会が今、人と仕事しないし。そうなってくると、やっぱワインっていうのは僕の人間関係をすごく広めてくれたんで、人生の中で一番幸せ 感想を決めてくれる人間関係を左右するのが僕にとってはワインなんで、まだったらお金使ってもいいかなっていう非常に論理的な秘訣です。はい、それだけです。だから人が介在しないワインは使わないですね。だから結構ワイン買ってコレクションする人っていると思うんですけど。まあコレクターはコレクターでいいと思うんですけど、でも僕いっぱい知ってるんですよ。もうすごいさ。何億ってする？ワインとかを1本多く超えるワインとかあるんですよ。で、そういうワインとかを。 コレクションしてて死ぬままでで飲まなかっった人人何も知ってるんですよそうするとどうなるかっていうと何のためにさそれ買って何のために働いてね何を思って死んでいったのかって思いません、ね、で家族とか残された人たちはその価値がわからないからオークションとかで叩き売りしちゃうんですよでそういうワインがいっぱい出てくるんですオークションってずーっと誰かが大事にしておいたのに飲めなくて死んじゃったみたいなで僕そんなん嫌なんで僕はねとっとと開けたいんですよそうだからよく YouTube でさ あのロマニコンディとか飲んでるじゃないですかあれなんかもそうですよ、うん、皆さんと一緒にこう、ね、時間を共有すると皆さんにロマニコンデ分けてあげたいんだけどねちょっとあの画面越しに分けてあげることできないんで僕は一人飲んでるみたいな感じになってますけど実際はそんな感じですうんはいだけですねはい ということで,、えー、で、今日の放送は以上になりますが、いかがだったでしょうかまあ、あためにはこの質疑応答も楽しいですね。はい。で、今後の YouTube ね、いや、今ね、一番僕迷ってるのが YouTube なんですよ。どうやってやっていこうかなと思って。で、やっぱり生放送とか楽しいんだけど、D ラボをね、もっともっと充実させたいんですよ、僕。あのなぜかっていうと、これから D ラボの方に、あの、料理チャンネル、津市の料理チャンネルとか、あの、パレオさんの、あの、パレオブログとか、あの、移行しようと思ってるんですよ。で、それに合わせて、あの、僕が、 こうね、ぜひ皆さんにこの人の知識を知ってもらいたいと思うような専門家の人たちに D ラボに参入してもらってでそれでこうなんだろう、ね、あの D ラボの中でいろんな専門家の知識を学びますよってプラットフォームにしていきたいなと思っててでやたらめったら入れませんやっぱりかなり精査して入れようと思ってるんでそういう風にして増やしていこうかなって僕ちょっと思ってるのでペコさんが出れなくなってんのほらおいで。 カーテンの向こうに出っていなくなってはい。って思ってるんで、だから、あの、ちょっと D ラボの方に力をね、がっつり入れたいので、YouTube をね、ちょっとね、どうしようかなと思ってまして、うん。そんな感じですね。はい。だから、まあ、こうやって質疑応答したりとか、まあ、コラボしたりとか、人とコラボしたりとかしたりとか、あとは、まあ、D ラボのね、昔ニコニコでやってたみたいに、前半だけあ YouTube でも見れるようにしますみたいな風にしたりとかしようかなって思ってます。はい。 うん。っていう感じですかね。はい。なんで、あーのー、実際にはいろんなね、あの意見はあると思うんですが、YouTube ね、どうしようかな。うん、うんって感じですね。なんかね、そう。う ショートはちょっと試してみたいなって思うんですけどでもやっぱ僕で本読んでる時間が長いのが楽しいんですよねだから動画撮ってる時よりも本読んでる時間の方が楽しいんでやっぱねうーんって感じですよねそう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  ちょっとまたいろいろ試していきたいと思ってますんで。はい、であとはね、切り抜きの皆さんなんですけど、切り抜きのルールシンプル化しようと思ってまして、はい。あの、ちょっと近々え、ここ数日以内にまたルール更新しますああのあの。あの、最後につけなくちゃいけない、なんかね、あのなんかディーラー見てねみたいな動画とか、もうカットしちゃおうかなと思って、皆さんがちょっとやりやすいように、負担を減らすように。はい。で、ね、カットしちゃおうかなと思ってるんで。 まあそういうのとかをやろうかなと一応考えております。はい。だからもっと簡単にできるようにしようかなと思ってます。あとは、まあ、新規の参入を減らすかどうかもちょっと検討しようかなと思ったら、まあ、締め切っちゃおうかなと思って、うん。切り抜きもあんま増えすぎても、まあ、あれなんでね。あとは、その切り抜きチャンネルが実際うまくいってるのかどうかっていう指標が、えまだその、レポートがね、収益レポートというか、再生回数のレポートがまだ届いてないので、あのそれが届いたら、今後、切り抜きをどういうふうにしていくのかってことも、ちょっとね、えー、皆さんの相談しながら戦略さていくことかなと思っております。はい。というわけで、今日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。おやすみなさーい。 あ、質疑応答は一応やめないんで大丈夫ですよ質疑応答はやりますんではいそれでは